はい、ダビッシャです。はい、フジランゴです。アイテッドです。お願いします。お願いします。お願いします。雑談第281回の放送が始まりました。はいはい。この雑談放送は毎週ほぼ火曜日20時からニコニコ生放送のサニショーチャンネルにて会員限定の公開収録という形を取らせていただいております。よろしく。というわけで、収録日が11月の最終週。最終週11月26日となっております。もう12月か。えらいことです。えらいことです。今年が終わりました。終わろうとしていない。まだ終わってはいないけどね。もう終わりだ よ。12月だよ。だってあっという間。本当に11月なんてなかったじゃん。もうほぼないに等しいね。11月はほぼないね。まるまるなかったんじゃないかな。あ、珍しく今年は。多分なんか月の位置の関係で短くなってる気がする。あ、何年に一度のやつね。そう、びっくりするぐらいあっという間に。あっという間ですよ。恐ろしい。こっからだってもうあれでしょ、どんどん振り返っていく回になっていくわけでしょ。そう、今年1年をまあ振り返ろうよみたいな、そういうテーマが続くわけでしょ。続くようになるから。そんなことしてたらじゃあ終わりだね。そうだね、何にもだからできないよ、もうこれから1ヶ月何もできない。何もできない。何もできないかな。そりゃ困るな。そりゃ困るわ。いやー、そうですかという感じですね。じゃあ言うてあと4回ぐらいですか、今年。4回、雑談放送に関しては多分4回かな。4回。うん、になると思う。そう、5回目が多分31日なんで。あ、なるほど。31日ちょっと雑談はね、お休みさせていただいてっていう形に取ろうかなと思ってるんで。そうなります。年の瀬なんでね。なるほど。そうなんですよ。だからもう来年のことをね、考えなきゃみたいな時期に差し掛かってるんだよね。来年のこと？来年のこと。まだ考えたくないな。わかる。俺もよくわかんない。2020年。え、じゃあもうオリンピックもあっという間だ。オリンピックイヤー。終わるぞ、もう。もう終わる。2020年もう終わる。終わる終わる。そりゃ早いな。そりゃびっくりするわ。そうか、オリンピックイヤーだもんね。そうだね。オリンピック、だいぶ先のことで揉めてらと思ってたけどさ、やれ北海道だなんだでまだ先のことなのにとか思ってたけど、全然そんなことないんだよ。そうだね、もうすぐなんだよ。すぐだ。なんかほんと想像ができないな。東京でオリンピックをやってるって。もうそうだね、海外の人たちだってさ、ぎゅうぎゅうになるわけじゃん。来るんじゃない、まあ、どこにね行くのか知らないけど、海外の人が。確かにね。どうすんだろうね、やっぱ観光するのかな。オリンピック見た後観光して帰ろうかみたいな感じなのかな。するでしょ。行くでしょう。浅草、浅草、あと渋谷のスクランブル交差点、あとどこ行く？いやー、もう行かないかな。スクランブル交差点な、あんのかな、見たいとこ。どこ行くんだろうね。あ、まあ秋葉原とかは。あー、行きそう。なんとなく行っとこうかみたいな感じで行くんかね。横浜方面は行くのかな。横浜はやん、やまあ行かないことはないと思うけど。でも見るもんはあんのかな。あ、でも中華街とかは行くのか。中華街って海外にもあるとかあるだろう。あ、まあ確かにそうだな。アメリカだってあるしさ、中華街。ああ、どうなんだろう。どうすんだろうね。どうすんだろうな。あ、スカイツリーね、コメントにあるけど。まあスカイツリーは見るか。そうするとだから浅草行ってスカイツリー行ってみたいな感じなのかな。あとは日本っぽいっすね。川越にある小江戸川越かな。川越どこそれ。一角だけがね、江戸っぽいところがあるのよ、川越に。そうなの。あれ、ここだけなんですかみたいな。ちょっと川越って埼玉。川越埼玉。埼玉か。うん、ああ行くかな。まあ、ディズニーとか行くかい。いやー、いや分からん。行く人はいると思う。ああ、でも確かにないところもあるもんね。うん、行く人は行くか。感じか。あとなんかコンプリートしたいみたいな。税も行くのかな。ああ、そうだね。まあ、ああいうそのオリンピックに合わせて建築してるものとかもあるじゃないですか。あるあるある。ああいうのって間に合ってるんですかね。あ、まあ一応間に合ってはいるんじゃないの。間に合うんじゃないの。なんか、うん、あの
メインのところあるじゃない、原宿らへんにある、うん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 、うん、競技場、うんうんうん、あれ国立競技場だったっけ、新国立競技場、新国立競技場なのかな、うん、なんかそのあたりね、うん、やっぱりあの最初のイメージと比べて、うんうん、あれよね、割とこうなんか木を使ったりしてなんか生まれたよね、最初もっとすごくなかった、近代的な感じじゃなかった、あーあーなんかこうなりますみたいな予想図みたいなやつね、うん、うん、ああでなんかまあその今もう ほぼ出来上がってるとかじゃなかったっけ、あそうなんだ、なそんなにもうあれなんだ、うん、そうなんか見るとああまあこんな感じなんだみたいなイメージだったかな、へえ、結構見に行く人もなんか前聞いたらいるっぽいんだよね、そのコメントに聞いたらさ、うん、なんか当たりました、これ見に行きますみたいな、ね、開会式行きますみたいな人もいるらしいから、ね、そうなんだって思って、聞きたい、どうだったのか、あー聞きたいよね、そうね、うん、ちょっと聞きたいね、うん、見ることしかできないからな、テレビで、そうだね、うん、テレビで、でもまあオリンピックが、うん、要は日本時間のいい時間にやるわけでしょ、そうだね、そうだね、だからまあまあ普通に見やすいはず、どうなのかじゃないかな、ねえ、なのかな、うん、んなそうだね、夜中まではやってはないよね、多分ね、うん、そうね、ちょっと夜中によく分かんない競技の見るの好きだったんだけどな、あ、分かる意外と面白いんだよね、そう、うん、もう日本人も出てないみたいなさ、うんうん、なんかよく分かんないやつ、どういうルールのかのすら分からんみたいな、うん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 、のを見るの結構好きだった、分かるわ、うん、それがないだろうなって思う、だからそうね、昼間がほぼほぼメインになってくるわけでしょ、うん、なんじゃないの、うん、夜やるってわけにいかないもんね、やってね、そうね、競技によってはあんのかもしんないけど、あんまりじゃない、うんうん、でも実際全部の競技を知らないかもしれない、もしかしたら、あ、オリンピック何の競技があるか、そう、全種目、何種目あんの、そもそも、でもうちらゲームやったじゃないですか、もうあれやった、あれ通りでしょあれでもまだあのオリンピック2020みたいなゲームやったけど、うんうん、あれまだあれ配信されてないんですよそうだね、あるんすわ、あれそうだね、そうなんです、そうかそうか、あれもでも含めたやつで全部でしょ、多分ある、そうなんだよ、うん、あ、でもあれだ、33だって、33種目、うん、33種目、結構だからあるよ、いやありますよ、だって日程的にも24日から8月9日まで、7月24日から8月9日まで、うん、ちょっとそのオリンピックのサイト見て競技をざーっと見てるけど、うん、なんか珍しいの、なんだろうな、 3on3 バスケットっていうのもあるんだ、 3×3 バスケット、普通のバスケットもあるけど、へーへぇー、ストリートバスケ、ストリートバスケだ、うん、ね、そうだね、うん、あと自転車競技は5つぐらいあるね、え、そんなにあんの、うん、ロード、トラック、 BMX、 フリースタイル、レーシング、マウンテンバイク、あー、なるほど、うん、チャリの種類によって分けるってことか、じゃないかな、バレー、ビーチバレー、まあこの辺はね、へー、見たいわ、いろいろあるね、いろいろあるわ、なるほどね、まあ盛り上がることでしょう、まあ盛り上がることでしょう、まあ盛り上がるでしょう、これはオリンピックは、まあなんだかんだね、なんだかんだ言いながら盛り上がるんじゃないですか、うちらもそれに合わせてゲームもしないとね、していかないと、そうだね、俺らも、まあ確かにオリンピック、うちらのオリンピックはまだ終わってないからね、終わってないですから、あれ、あ、まだ全競技出てないし、そう、さすがに始まる前までには出るんでしょ、全部その配信スケジュールを見た限りは、いや、そこに合わせて食うでしょ、うん、なんか本当に3ヶ月ぐらいに1個ずつ増えてみたいな、うん、なるほどね、うん、だからまあちょいちょい増えるみたいなんで、まあまあまあその時にまたやれればいいかなって、そうね、思っちょるけど、やっていきたいですね、うん、はて、最近はいかがお過ごしでしたか、皆様は。
あまあさらっとですけど、うん、僕23日結婚記念日でした。あうわもうらしいね。もうそうね、大事なお知らせじゃないけどさ、うん、みたいな感じで皆さんに あれから1年かい。そうですよ。あれがその日にやったんだっけ。その日っていうか、そのだからこんな感じじゃないかな。23日に入籍して、でその次の雑談の時に雑談でやったんだっけ、うん、なんか緊急とかでやんなかったっけ。緊急ではやってないと。緊急特番ドンピシャ結婚記念雑談とかじゃなかったっけ。いやなんか全然そんな盛り上げ方してない。ただ、うん、会員限定じゃなかったね、うん、確か。あそうだ、うん、もうみんなに聞いてもらおうということで公開でやってたんだ。公開でやりました。あれから1年。あれから1年ですよ。早いね。早い、もう本当に早いなと思った。そうなの。マジかと思って、本当に早い。びっくりするね、ちょっと。ああビビるよ。あそうマジで。結構だ、そういう、その俺はさ、それをさ、まあ、ツイッターとかインスタで言って、その、うん、おめでとうっていっぱい言ってもらえたんですけど、はい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 、ありがたいことに、うん、でやっぱりその中のリプを見てると、うん、いや本当にあれから1年かみたいなのがもうみんな言ってた。いやそうだよ。いや俺もなんかそんな、あっちゅう間だよ。そんな1年って感じしないもんな。そうよね。そうか。そうか。もう1年か。もう1年ですよ。結婚記念日って何するんですか。なんかするんですか。あ、いや別に特…いやこれはあれによるかもしれないけど、別に特別なことは、まあまあ、そうなんだ、うん、してないですね。なんかどっかいいさ、なんか生意気なレストラン予約してさ。あお生意気なというか、生意気なレストラン行ったか。生意気なというかね、まあ、僕が好きなレストランがあって、うん、そこが行きました。ココイチ。あ、違う違う、それココイチのことレストランって言わねえから俺は。そうするとサイゼいやサイゼロイヤルホスト、ファミレスね、ファミレス、うん、ガスト系ですね。違いますよ。オシャナオシャナが食べれるってことです。お前が好きなってなんだよ。そうだよ、あるそんな好きなレストラン。嘘つけ。あるのバカだな。あるのよ地元に。お前調子乗んなよ。1年経ったからって調子乗んじゃねえ。いやバカ野郎、あるんだよこれは。あるんですよ地元にありまして。そうなんだ。でね、あそうこれその前言うの忘れてたんだけど、うん、うちの親両親の結婚記念日も同じなのよ。それ重ねたってこと。重なってんのよたまたま。あ、たまたまなの。マジでたまたま11月23日、うちらはゲームの日だからって言って、うん、その日にしたんだけど、うん、なんかしなきゃ、うちの親も一緒で全く11月23日、ダブル、じゃあダブルデートしたの。そうダブルデートした。ダブルデートって言うの。そういやそれはそうだよ。おしゃな夕食でダブルデートしました。うわー、それはでもそうなんだ。そう、それまあ普通にお昼食べてみたいな感じかな。あ、うん、お昼なんだそれは。うん、なんか最近しげるが夜よりお昼がいいみたいな。夜はもう早く寝ちゃうから。あなるほどね。多分ねそういうことだと思うんだけど、お昼がいいでお昼食べてみたいな感じかな。結構もう食事はちょくちょくしてるんだけどね。まあなんか聞くよね、そのなんか、うん、ちょいちょい聞くわ、うん、仲良くしてるみたいな話は。そう結構うちの実家に行って、うん、まあ4人で食べるみたいなのは割としてるんだけど、うん、まあせっかくなら一緒にみたいな。そうなんですか。で、割り勘なのそれは。あ、それ割り勘でした。しっかりと。親父と割り勘？うん？親父と割り勘？うん。三重子と。4人で？三重子と。あ、三重子と割り勘。そっちと割り勘。あ、そう。あ、いや、お財布持ってんのは三重子なんで。そう。しげる一銭も持ってねえから多分。しげる持ってこないから。持っとるわ。そういうこと？そういうこと？持っとるわ。管理するしないとかじゃなくて、ね。一銭も持ってない。あ、そうなんだ。そうですね。来ましたか。そうですね。どうなん実際その1年を迎え、うん、まあ前はなんか結婚してもなんか別に何でもとかなんか言ってたからあんまだろうけど、そうね、どうなん1年経ったっていうのはどうなんかあんのかい。あー結婚そのして、うん、あーなんかあんのかな。特にそんな何にもなく。そんなにまあそうね。うん。
まあ、ただやっぱりその今年さの5月に結婚式をやってるわけじゃない、うん、確かにそうだね、うん、でなんかもうかなり前のような気がしちゃうんだよね、あの式が、A さんが上がりに上がった、上がりに上がった、上がりに上がった祝辞を述べたね、うん、友人代表の、ど頂点に上がったね、あれからね、うん、1年でまだ半年ぐらいしか経ってないんで、まあ言うて半年は経ってるんだけど、5月からだとそうだね、うん、7ヶ月、6ヶ月とか、うん、なんかもう遠い昔のような感じがする、ああそう、うん、だからまあ1年経ってどうかって言われてそんなでもないかな別に、なんかまあまあまあ。まあまあまあそうね、うん、半年ぐらいはだってあたふたしてたわけじゃん、まあそうね、式に向けて、うん、で式終わってまあちょっと落ち着いて半年って感じだ、そうだね、あまあそうね、うん、ようやくまあ落ち着いたかなって感じはあるかも、うん、ああなるほど、ね、そうね、引っ越しも終わったし、うん、とりあえずは落ち着きましたねっていうような感じはあるかもしれないね、なるほどね、そうですか、ああっていうのがありましたね、いいじゃない、なるほどな、いいじゃないですか、なんかさ鉄道さんからさ、うん、急になんか写真送られてこなかった、え写真、ドンさんと嫁の、ああ あれ偶然で、あれまた違う日だよね、あれまた違う日だね、うん、その次の日かな、うん、急に来たよねあれ、そう本当に偶然出会ったんだよね、偶然出会ったね、街中でびっくりしちゃった、俺駅で待っててさ、うん、まあ、次の目的地向かおうとしてたらなんか知った顔が階段から登ってきて鉄道さんから見つけた、俺が見つけたので、あーと思ったら、うん、嫁ちゃんが気づいたのかな、そう嫁ちゃんが気づいた、嫁ちゃんが気づいて、なんか嫁ちゃんがなんかいるみたいな、うわなんかいるって、そう気持ちが悪いみたいな顔したから、なんだよこの野郎っつってさ、あれが気持ち悪いだっつって近づいてったら、なんか同さんがおうみたいな、何してんのみたいな感じになってさ、そうびっくりしたな、俺携帯いじってて、うん、で鉄道さんホームにいたんだよね、そうそう、で俺携帯いじりながら階段こう上がってて、うん、そしたら嫁ちゃんがなんかはあ、みたいなこと言い出したからさ、何かと思ったら普通に鉄道さんがいてびっくりしちゃった、うん、いや俺もびっくりしちゃったよ、そんなことある、うん、いや俺もびっくりした本当に、ね、まさかいると思わなかったから、ああ何してんだろうみたいな、すごい、いいだろ別に俺どこにいようがいいだろ関係ねえだろ、偶然の出会いでしたね、まあそうね、まあ別に特に何をするでもなく、それぞれ、ね、そのまま違う用事があったから、うん、そうそうそう、うん、でもうそのまま別れた、そうだね、うん、鉄道さんは隣の駅かな、そうちょっとなんかちょっと様子見に行くみたいな感じで、うん、徘徊しに行ってその街を、やべえな、もう様子を見に行くって言ってもそあれだよ、そうじゃないよちゃんと目的があって、ちゃんと目的あるよ、徘徊するなんで俺何の気なしに隣の駅を様子見に行くの意味が分かんないだろ俺何してんの俺それだったら止めるわ休日の俺何してんだよ、一緒に行こうっていう、そうしたら誘ってあげた、さすがに誘うわ、うん、違うよ、ちゃんと目的があったんですよ、そうそうそう、そこで分かりまして、僕はねあのグッズとかのデザイン、書いていただいてる、うん、神様、神様、うんうんうん、僕らの神様、ね、僕らの神様、うんとね、ライブを見に行きました。ああ、なんかちょいちょい見に行ってるよね。そう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 。それのなんか続きみたいな感じなんだ。うん、伊能秀文さんっていう方の伊能秀文さん、ライブを見に行ってきて、神様のお知り合いなんだよね。あ、神様の知り合いなの？そう、神様の知り合いなんです。じゃあそれも何かしらの神なんだ。そう、何かしらの神だと思うんだけど。うん、へえ。それのまあバンド形式でやってて。うん、ドラムをやってるのがあのハイスタンダードの常岡明さん、うん、常ちゃんが、うん、叩いていまして、だから誘ってくれて、なるほど、そう俺が好きだから、ああなるほどね、だから俺が誘われてないわけね、あそう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 何も関係ないから、ね、特に知らないそうそう特に知らないしなるほどね、よかったですね、そうね、そういう、そうね、それなら大丈夫、いやまあ見ていきまして、
もともとはね、なんかね、結構インストチックな感じ、あの、うんうん、要は、歌なしの、うん、曲のみみたいな、音楽のみを楽しませるようなバンドだったっぽいんだけど、うん、なんか途中から歌も入るようになって、最近は結構なんだ、歌物が多くなって、なんかね結構ね、なんだろう、大人の音楽っていうような感じの、大人の音楽、うん、なんかね、はっちゃけるような感じじゃなくて、ちょっとゆったりめ、そう、ゆったりめだったり、ちょっとムーディーなというか、うん、なんかいろいろいろんな楽器も使ってね、結構面白いかな、うん、で若い人はもしかしたらんって物足りないなみたいな感じちゃうかもしれないんだけど、あ、結構やっぱね、年齢層高めの人が多かったの。へえ、うん、なんかね、音楽に酔いたいっていう感じだったらすごくいい。音楽に酔いたい、うん、そう、もうだ、お酒を持って、あ、お酒をね、あ、そう、そういうのね、そうそうそう、そういう感じの雰囲気を出すバンドだったかな。いや、すごく良かったですね。もう常ちゃんもキレッキレ、キレッキレなの、キレッキレよ。いや、いいんですよ。やっぱりいつ見てるの。どの辺でやってたの？渋谷の新しくパルコできたじゃないですか。ああ、パルコできた。先日。うん。そのパルコのそばだね、本当に。へえ、うん。パルコのそば。うん。www っていうところなんですけど、渋谷の。ワールドワイドウェブじゃん。インターネットの世界でようこそ。なんていう略なのかはちょっとわかんないんだけど。そう、www っていうライブハウスがあって、うん、そこでやってたんですけど、ね、いやー、ほんと良かったですね。そうなんだ。で、その井野秀文さんと神様が知り合いだから、うん、あの楽屋に連れてっていただいて、とうとうか。いや、そうなんですよ。つねちゃんとね、写真を撮らせていただきました。そうなの。もう宝物ですね、本当に。本当にもうめちゃめちゃ緊張したわ。久々に緊張した、あんなに。もう最高です。その写真見させてもらいましたよ。見ましたね。俺見てないよ。テッドさんに送っても絶対わかんねえなと思ったから。そうだよ、わかんない。お前一応送れ。お前どうせあれだろ、その声の方のに送ったんだよ。そうそうじゃないじゃん。まずこっちで送って、うん、ああそうなんだ、でそこから声の方行けよ。違う、こっちではないでしょ。順番だ、順番。違うじゃない。こっちではない、順番って言うなら。順番で言うなら声でしょ。でも順も回ってきてないんだぞ、だって俺には。まあ、送られてもいないんだから。誰これは言うじゃん。ドンさんと奥さんの写真をペイさんに送ったのに。それはだって知ってるからじゃん。まあそうだけど、うん、そうなんですよ。仮に来たらじゃあ鉄道さんなんて言う？おっていう。絶対これ誰って言うでしょ。そうだよ、これ誰。いや、まあ、あ、ハイスさん。いや、絶対わかんないでしょ。つねちゃんじゃんってなると思うよ。絶対言わないよ。いやいや、まあ言ったって、俺だってその音楽はまあそれなりですからね。わかりますよ、顔見れば、うん、ああ、あの時のみたいな。あの時のってなりますよ。そう、その楽屋連れてってもらったときに、最初なんて紹介されるの。いや、とりあえずその神様から、うん、まあ、ゲーム友達ですみたいな感じで井上秀文さんに紹介してもらって、はいはい、でそこにあの常岡さんいなかったのよ、うん、なんかもうなんかあの片付け作業に入っちゃってて、うん、でなんか監視カメラがあってさ、その裏に、うんうんうん、でそこのテレビからそのステージ上が映ってるんだけど、そこでもういそいそと片付けを始めちゃっててさ、でなかなか来なくて、でつねちゃん呼んでこようかみたいな感じに言われたんだけど、うん、あ、いやご迷惑じゃなければ。いや、俺がドラムのとこ行って俺が一発叩いてやります。どんだけ失礼なことするの。バトル。ドラムバトル。うん、そう、しなかったんだ。しなかった、さすがにそんなに受けなかったです。そうなんだ。うん、いやね、まあ片付け作業しちゃってたからちょっと厳しいかなと思ったんだけど、その神様ともうそのお知り合いで、もう何え、なんて言ったらいいんだ、友達が来てたのよ、神様の友達が、うん、友達家族が、うんうんうん、来てて、その家族の方たちがなんか結構俺がその何常さんのこと好きなの知ってるから、その家族が？そう、あのね、一回ね、見に来てくれてるんだって、うちらのトークイベント。ああ、
そう、神様と一緒にね来てたんだって。渋谷かな。そう、渋谷渋谷。そう、テッドさんもしかしたら見てる。あー、見てるかも。なんか私に行った時、じゃあ隣にいた人だ。あ、そう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 、その方も来てて。そうそう、で、その方がなんで連れてきたんだろうそれ。まあなんかね、いや、まずね、そことね繋がってんの、もともとその猪木秀文さんが、あー、なんか一緒になんか立ち上げてるかなんかで、でその人もデザインやってる人で。あ、そうなんだ。そうそうそう、そこともともと繋がっててって感じで、その人がほんと常さんに話しかけてくれて、うん、で、ちょっと今いいっすかみたいな感じで、もうほんとに緊張しちゃった。どうやって自己紹介すんの？ドンピシャですって言ったちゃんと。芋じゃん。芋来たな。でもね、ほんとそんな出だしになっちゃって、みたいな感じになっちゃって。あ、で、一回お会いしてるから、はい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 、過去に、うん、あの初代のノアっていうスタジオがあって、うん、そこに遊びに行った時に偶然その常岡さんが個人練習しに来てて、そこで一回お会いしてて、でその時も受付やってたその人と俺知り合いだったから、でその人が話しかけてくれて、そこで常さんと初めて話せたんだけど、でもその時って、どうって言ってたの？その時もって憧れてますみたいな感じで、芋が来たな。そう、芋、芋が来た。で妹握手してもらってさ、その時、ああ妹握手だと、お前が妹って言ってるみたいな感じだった。違う違う違う、芋にね、俺がそう、お前と芋に、ね、芋にね、そう、俺が芋だから。ああ、そう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 。で握手してもらって、で本当その時ってさ緊張しちゃってたから、ああもう挨拶ぐらいしかできなくて、はいはいはい、あんま言えなかったんだけど、で今回はまあその時実は会っててっていう話もして、ああ、いや多分覚えてらっしゃらないと思うんですけどっつって、ああ、うん、で、まあ、中学生の頃からずっと憧れてますと、今でも憧れてますっていう話をして、うん、で常さんもね、あのすごい人見知りな方なんですよね。ああ、うん、あの人見知りな方ってめっちゃすぐ分かるね。マジで。あ、そう、うん、そう、そんなキョロキョロしてた？キョロキョロする。すごいキョロキョロする。目線をどこにやったらいいのか分かんないみたいな感じをすごいしてて、で何を喋ろうみたいな感じのちょっと間もあってみたいな、うん、でもまあ一応もう僕の思いの丈を伝えてね、うん、でなんか写真を撮っていただいて、うん、いや、あんなに近くに隣に並んじゃってみたいな。そうなんだ。いやー、よかったですね。ああ、宝物ができました本当に。そうですか。なかなかいいですね。なかなかいい体験をしました。それがその日か。そうですね。なるほどね。うん、それがその日でした。さっきあの渋谷パルコといえば、はいはいはい、うん、俺も昨日だっけな、行きましたよ。渋谷パルコね。あの後行ったんですか、ね、まあそのね、鉄塔さんとポケモンセンターができたっつうから、うんうん、行ったんすけど、うんうん、まあその前ね、あの三人称で、うん、まあちょっとね仕事というか、そうね、そちょっと、うん、ちょっとあって、でまあその3人に会っててね、そうで、その仕事のしてる人がポケモンセンター行きましたみたいな話になって、うんうんうん、そのでもドンさんは行ったみたいなさ、そう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 、ずれ込んでたよみたいな。そうだ、俺そのライブハウス行った時にパルコ通ったから、はいはいはい、そうそうそう、それでなんだね、うん、いやそれで話したらさ、鉄塔さんがなんかずいぶんさ、なんかムズついてたじゃん急に。いやなんか話してて、いやでも行きませんよみたいな、センターはあるみたいな話で、でなんかそこに渋谷のそこの限定のピカチュウみたいなの人形があるっつよね、みたいな話で、なんかちょっと写真も見せられて、うん、えーみたいなさ、の行きなよっつってんのに、でもいやすげえ混んでるって話だったじゃん。すごい混んでるって話だったね。だからいや混んでる、しかも渋谷でしょ、うん、普通の混みと渋谷の混みってなんかもう違うじゃん。いやまあ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 、そうね、渋谷の混みはもうなんかそのヤンキーも多そうだしさ。ヤンキーいるかな。怖さが追加されるでしょ渋谷は。まあでも分からなくはないから。分かるよ、うん、だからもう、うん、いやー混んでるのはなーって、何がかなーって思ってつで、まあ行かない、行きませんよぐらいの感じで、うん、まあ終わってさ、うん、でまあドンさん先帰ったじゃない、うんうん、
じゃあお疲れっつって、うん、で、鉄道さんとまあタバコじゃ吸いますかみたいな感じでさ、うんうん、吸ってたら急になんか行く渋谷みたいな。おなんかさ来てとは言わずその前に行くとか言ったらさ、うん、いや、うん、行かないよとか言ってさ断ってたじゃん。うんうん、断った断った。俺がさ、いい、買ってきてくればいいじゃん、行く一緒にみたいなこと言ってたら、うん、いや行かないって多いもん人とか言ってたのに、うん、急になんかさ、行く一緒に渋谷はみたいな感じで。別にだから俺はじゃあもうでもまあせっかくだし一人で行こうかなと思ったの。うんうんうん、でもそこにペイさんもいるし、ペイさんもなんかポケモンやってるしさ、うんうん、なんか最近だから、うんうん、まあ別に一緒に行くならいい、別に来てもいいけど、ついてきてもいいけど、どうするみたいな感じよ。うんうんうん、そんな感じだった。行かないって言ったらよ、じゃあ俺はちょっと行ってくるわみたいな、うんうんうん、そんな感じよ、そんぐらいだよ。そしたらなんかペイさんが、うん、じゃあ行こうかなみたいな、なんかまんざらでもない顔してさなんか鼻膨らませてたからさ、しょうがねえやつだなと思って結局行くんかみたいな感じだったね。前も行くんじゃん、まあ、そのまんざらでもないっていうのも、うん、俺も一個ね、キャラクター、まあ、ポケモン今新しいのやってるんだけど、うんうん、可愛いなと思ってたキャラが いたの、うんうん、パンダのキャラでさ、うんうん、すごい可愛いキャラがいて、ああ、まあそれのなんかね、ぬいぐるみとかグッズがありゃまあ買いたいなみたいな。ああ、はい、なるほどなるほど。そうみたいなのを思ってたから、うん、じゃあまあとりあえず行ってみんべと思ってさ、で行って渋谷降りたら、そのさっき言っ、さっきっていうか東横線のなんか地下に入ったでしょ、うん、駅が。東横線自体が終点、うん、終点なのかな、渋谷駅が地下なんだね。終点じゃないね、あれね。その昔はね、繋がっちゃってる。昔は終点だったけど。そう。昔っつっても、ほんとだいぶ昔だよね、でもあれね。うん。うん、いや、そうなのよ。多分、で、まあ、初めてそこ、地下の方行ってさ、うん。で、全然もう、駅がどこ、今どこにいんのかもわかんなくなって、うん、鉄塔さんは鉄塔さんで場所をまず知らないのよ。ああ。渋谷パルコ。だっていうのもなんかわかんないみたいな感じで言ってて、うん、で俺地図見たりしてさ、うん、じゃあここですよっつって、で歩いてって、歩いてったら全然なんか違う方行ったんだよね俺らね。そうだね。あれそうなの。うん、なんかよくわかんない、ここ俺ら歩いたことあるよねみたいな。あのね、ロフト、それこそさっき出てきたロフト9があるような方向に歩いてって言ってて、へー、シアターコクーンとかがある。あっちか。はあ、うん。ドン・キホーテ、メガ。はいはいはい。そうそうそう。あっちの方歩いて行っちゃってて。うん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 。なんかこっちじゃねえらしいぞみたいな。そうで、まあそこでもまた調べてさ。うん。で、まあ、結構、いや、あれ結構遠いのね。俺なんかほんと駅前にあるぐらいのイメージで行ってたんだけど。ちょっと駅から離れてた。うん、そう。で、まあ、ツイートで行ってみたらさ、最初その、任天堂のスペースがあるんだよね。なんかいろいろゲームに関するなんかあるんだよね。いろいろあるよね。ショップが、うん、カプコンショップとかさ、3店舗か4店舗ぐらい。うん。で、任天堂のとこを見たら120分待ち？してた。ああ、そうね。外にまで並んでてさ、うん、うん。もうその時点で2人もう人混み嫌いだからさ。うん、そうですね。こんだけ待つなら俺はもういいみたいな。うんうんうん。何もいらないみたいになってたけど。で、まあとりあえずじゃあちょっと周り見てみましょうかみたいな感じになって、うん、で、まあカプコンのとこ見たりして、うん、そしたらポケモンのところが一番奥にあったから、うん、あ、じゃあここなんだっつってそのまままた入れたのよ。はいはいはい。そこは別に並んでなくてさ、全然入れて、なんか入り口に等身大のミュウツー、なんだっけ、ミュウツーか、おー、ミュウツーね。ちょっと動いてるやつとかがあって、うん、うん、すごかったね。すげえなーって中入ってさ、うん、もうさ、鉄塔さんがさ、もうなんかが溢れ出してんのがわかるのよなんかが溢れてる、うん、入り口のところで、うん、まずなんかディスプレイされてて、うん、なんかもうさ、ピカチュウの見た途端にこのなんかありますねみたいなそんなことないよ。いや、出てたよそんなんじゃないよ。いや、鉄塔さん溢れてましたよ。なんかいやいやいや、それは盛りすぎだって、ペースは。いや、それは盛りすぎじゃない、あれ。持って話すのは良くないっていやいやいや、なるほど。ダメよ、ダメ。少年がいた少年がね、そこにはいた少年がいたから、ダメよ、そんなようやり方しつつ、汚いななるほどね。でも相当やっぱり、でも中にもさ、うん、人がいて
ぎゅうぎゅうなの。ぎゅうぎゅうだった。暑かったもん。いやマジ相当なんか暑くて、うん、で鉄塔さんは暑いながらもまあやっぱいろいろ見てさ、うん、でなんだっけメッソン、メッソン新しい3人のね、3つのキャラクターのうちの一匹、水のやつ、水のやつ、うん、あのぬいぐるみがあって、あーこれいいな、でもちょっとちっちゃい方がいいかなとかさ、いろいろなんか大きさで悩んでたりしてさ、うん、で俺は俺でそのパンダのキャラがいたからちょっとなんかね、歴代のぬいぐるみみたいのがいっぱいあるの、うん、昔のキャラ、ああ要はゼニガメとかそういう、そう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 、うん、そこをねくまなく探したんだけど、まあどうやらなくて、あパンダのはいなかったね。なんてやつ、ヤンチャムだったかな、ヤンチャムっていう、なんかパンダのがいるらしい。うーん、これも可愛いんだけどさ、ヤンチャムヤンチャムっていうキャラがさ、すげえ可愛いのに、進化した、ね、進化した途端にさ、うん、なんかほんと悪になるのよ。ああ、そうなんだ。そう、いやまあそれもさびっくりしちゃって、うん、でまあ今作では一番今好きなキャラなんだけど、うん、まあそれないからもう俺いいわと思って言ってたらさ、うん、鉄塔さんはどんどんまあいろんな、いらないよいらないよって言いながら、うん、なんか T シャツも買ってましたよね。あ、買ったんですか。まあね、 T シャツもまあ2着ほど。あれ2着いったの。え、そうだよ。いらねえって言ってたじゃん最初。なんかいらねえなんて言ってないよ。え、言ってなかったっけ。言ってないよ。どうしようかなって思ってたら、ペイさんが勝手に俺の手元にピカチュウの T シャツをまずよこして、うん、で、あーこれなーっつって、でもリザードンのもいいねと思って、それも2つ。あ、リザードンのやつも買ったの。そうですよ。いや、なんか別に普通に買いまして、その後まあ一応なんかさ、ピカチュウのあれは買わなかったね。ピカチュウのぬいぐるみはなんか限定のじゃ、限定なのじゃなんだかわかんないけど、なんか帽子かぶった変なのあったけど、あったね、渋谷のピカチュウみたいなやつが、うん、あ、限定はじゃああったの。限定はなかったの。あ、なかったんだ。そう、残念ながらね、なかったんですよ。ああ、そう、さすがにか。うん、うん、まあそれはいいかなと思って。そう、それでまあポケモンまあ買うから、じゃあ外で待っててって言われて、俺久しぶりにあのなんかデパートのエスカレーターの横で一人でぼーっと待ったわ。結構そのレジ前も並ぶのよ。なんかジグザグにこう誘導されるみたいな感じで、彼女の買い物待つ彼氏。そうそうそう、本当に5分10分ぐらい待って、あーなんか全然出てこねえなと思う。ね、時間あったかな。うん、うん、俺何も買わない、何もなかったからさ、うん、じゃあ俺先出てますねっつって、うん、で待ってたら全然違うところから来るし、なんかレジはレジで向こうから出なきゃいけないからっつってさ、うん、思ってたとこと出てくるのが全然違くてさ、うん、あれのせいじゃないよそれは。いや、それでまあ写真を撮ってあげたの。あー、はいはい、インスタに上がってたやつかな。そう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 、じゃあ写真撮ってあげますっつって、でもまあホクホクしてさ、うん、でパルコで喫煙ルームがあったの、うん、タバコ吸えるとこ、うん、じゃあタバコ吸って帰りますかっつって二人で、まあ、まあそのポケモンのやつの話しながら、うん、で終わって、うん、で鉄塔さん先に出て、うん、そしたら鉄塔さん買ったはずのさ紙袋を完全に置いてってさ、うん、えタバコ喫煙ルーム若ろうじゃん。で、いやなわざとなのかなって思いながら俺が持って、うん、いや鉄塔さんこれ忘れてるよっつったら、うん、なんかわざとだよ、ね、だからわざとだよ。だからそれはあんなわざとなわけないじゃん。それはわざとだよ。ペイさんが持ってきてくれるかなっていう、うん、いやこれをまんまだってその時も言ってたんだよ。まんま言ってたんだ。そう、持ってきてくれるかなって思ったから、なんか置いてきたんだみたいな。もうだから多分買ったことに満足しちゃって。そう、もうそれでよかったんでしょ。そうやって俺は財布を忘れたからね。その中に財布を入れて、大阪でね、うん、そういう感じよ。買ったらなんか満たされたみたいなね。うん、完全に忘れてたからね。そんなことないよ。まあそんな感じで、まあカプコンショップも行って、うん、でロックマンのなんかあったら欲しいなと思ったんだけど、うんうん、まあそんなになくてさ。そうね、そう、そんなにロックマン推しっていう感じは1点2点ぐらいなんか調整したものがあったけどみたいな感じだったよ。いろんなゲームがあって
ってって感じか。モンハンとかじゃあ、うん、そうモンハンとかストリートファイターとか、うんうん、その辺の方が多かったかな。そうだね。とかあって、まああのフロア結構すごかったね。あとなんだっけ、デジモンとかもあった。デジモンもあったね。あデジモンね。俺あんま知らないからあれなんだけど。うん、そう。であとはユーチューバーのカフェみたいなのが、うんうんうん、あったり、いろいろなんかすげえ楽しめるフロアでした。そうね、なんかあこんなのあできてるんだってちょっと驚いちゃったな。なんか最近の流行りを詰め込んだみたいな感じの店多いよね。そうね、うん、そうなのかも。任天堂のやつはね、やっぱちょっと入りたかったんだけど、うん、整理券がないとダメっぽいね、あれね。やっぱ入るんだと。なるほどね。最初にもらっといて、うん、何分か待ってみたいな感じなんだな。なんか任天堂の公式ショップとしてはなんか初出店みたいな感じ。あ、そうなんだ。へーなのかな。そうなんだ。へー、うん、だからあんなに並んでたのか。120分待ち。すごかったよ。120分待ちですよ。平日だよ、だって。平日だもんね。平日のだって昼過ぎぐらいだからね。すごい。お子さんとかもいたり、いや、そうよね。大盛況でした。大盛況だった。うん、ジャンプのやつとかもあったね。ああ、ジャンプのやつね。そう、ワンピースのとかいろいろあったわ。お子供さんがじゃあもう楽しいところだ。行きたいんじゃないかね、うん、そこは。ねえ、ポケモンセンターもあるし。うん、ポケモンしたいんだろうね、行って。そりゃ行きたいね。いや、そこはすごくいいフロアでしたね。うん、パラ盛り上がってた。うん、かなり盛り上がってた。やったー、しばらく混むだろうな。渋谷がね。そうね、しばらくあそこは混むかもしれない。そうだね。限定のやつね、実はちょっと欲しかったのはあったのよ。ピカチュウの。え、ピカチュウ？え、うん、お前が？うん。お、限定に弱いから、ペイさんって。限定に弱いんだ。そう。ペイさんって何でもいいの。限定だったら何でもいいの。なるほどね。G-SHOCK とか限定だったら欲しい。今でも欲しいのよ。違う違う違う。いや俺も言うて、ピカチュウはゲームで育ってたの。ああ、今回のやつ、うん、今回のだってイーブイとピカチュウさだけ声出るじゃん、うん、出るね。あ、そうなんだ。そうなのよ。出るのよ声。ずるいんだよ。ずるいね、それはね。そう、ずるい。だからもうわざわざ卵から返してさ、うん、1匹ピチューからレベル1から育てたピカチュウがいるから、ちょっとやっぱ欲しいなと思って。なるほどね。そう、ある程度探してはいたんだけど、まあないっすよ、ね、やっぱ日曜日過ぎたらやっぱないっすよね。いや、まあそうね、そうね、うん、日曜でもなくなったわ、うん、まあ、ちょっとそこが残念だったけど、まああそこ自体行けたのはかなり良かったかな。そうね、うん、うん、よかった。いや、良かったです。渋谷はパルコ行けて良かったなぁとはちょっと思ったな。渋谷さ、うん、俺だから最近結構行くことが多くてさ。あ、そうなんだ、うん、その前にも渋谷に俺実は一人で出かけてて、うん、お、あのね、渋谷にさ、スクランブル交差点あるじゃない。ありますね。で、そのスクランブル交差点、渋谷のハチ公口からスクランブル交差点を斜めに渡った、今あれ何センター街な、なんつうんだっけ、ストリート、渋谷センター街、バスケットストリートだっけ。あー、なんかあるね。 あるでしょ。あれに入るところに本屋さんあるの知ってる？ツタヤじゃなくて、ツタヤの下らへん、ツタヤの向かい、向かい、あ、向かいか、うん、大聖堂書店っていう本屋さんがある、うんうんうん、そこに、そこでね、高橋由紀さんっていう、まあフリーのライターでノンフィクション作家なのかな、うん、の方と、あと春日太一さんという時代劇研究家の方がいるんだけど、うん、その方がトークイベントするっつんで、うん、おー、なんかちょっと興味があったから見に行こうと思って、うん、その書店さん、まあ、そんな大きくない書店さんなんだけど、うん、それの3階ぐらいのほんとちっちゃな40人入るか入らないかぐらいのスペースで、うん、まあ、トークイベントやるっつんで、なんか予約してさ見に行ったんだよね、うんうんうん、でね、これがね、出た本が「つけ火の村」っていう本で、ノンフィクションっていうジャンルがどういうものかって、まあ基本的に現実に起こった事件をそのいっぱい取材して本として出版するみたいな。はいはいはい。だからその「つけ火の村」っていうのももともとあったのよ、それ。なんかもう嫌な事件が、うん、あんまここで話すことじゃないから、まあ割愛するけど、うんうんうん、
で、その取材、そのトークイベント、まあまあ基本的には面白かったんだけど、うん、まあ、やっぱりそうだよなと思ったのが、うん、やっぱノンフィクションって基本的に取材から始まるんだよね、うんうんうん、で、その携帯電話、事件が起こったら、まあ、どこで起こるか分かんないから、うん、本当に携帯も繋がらないような山奥まで何回も出かけてって、うん、で、そこに住んでる人からこうなんか生の話を聞くみたいなのが、うん、基本パターンだと思うんだけど、うん、だからやっぱり取材費っていうのが出ないのが多いんだって。なるほど。本になるかも分かんないし、本になっても回収できるかも分かんないみたいな話を、まあ、しててさ、うん、ああそうなんだと思って、うん、だからもっといっぱい本買ったり課金しようって思った。なるほどね。思ったって話。あ、まあそうだね、課金もだってね、まあ、ね、やっぱしてもらわないと運営費とかっていうのは ね、お金になる、お金を使うって大事なんだなっていうことをね、そうね、思いまして、経済回していかなきゃいけませんよ。だからテッドさんもやっぱ早く本出さなきゃいけないね。そうだね、お金を使ってもらわない使ってもらわないといけないから。ああそうね、そうだね。本当だね。まあでも来年ぐらいにはね、そうね、うん、言ったね、形になるものが、まあ、とりあえず、あーでもこれまだ分かんないけど、まあまあまあ、なんかでも今あれじゃないですか、うん、言ってみたらストックが溜まり出してるじゃないですか、本になるためのエッセイが、うんうん、あーそうだね、エッセイがあるね、うん、そう、エッセイはそう本になる可能性高いですから、ね、高いね、ああいうのってね、一個の本になるよね、なったりするよね、うん、するする、そうそうそう、だからまあ可能性はゼロじゃない、可能性ゼロじゃない、エッセイだ、その時はね、もうもうでもそのために俺行ったみたいな感じですげえいやらしい、いやらしい話になるなと思ったから、あんま言わないようにしてるんだけど、それはね、やっぱり嫌だ。いやでも大事なことですから。そう、うん、お金が回るっていうのは、そうだよ。そんな感じだったかな。なるほど。だから今は渋谷が暑いですよ、今は。なんだか暑いんだね。あんまり好きな街じゃないけど。わかりますわ。いや愚痴をさ、愚痴ってるんでね、鉄道さん、汚い汚いってな。愚痴ったのはペイさんだよ。いやいやいや、しょっぱな、もう汚いねみたいなこと言ったのペイさんだからね。俺は汚いとは思ってないもん。鉄道さんはそれは本当に言ってんのかい。ああ俺は汚いとは思ってない。渋谷は渋谷でいいところある。やっぱストリートの街だなって思うし、俺は俺だからラッパーだから。あ、なるほどね。嘘、ストリートラッパーなんだね。うん、感じる、バイブス感じるから、渋谷には。ある種のね、ヒップホップなんだっけ、スペイン坂だっけ、うん、うん、渋谷にあるじゃん、あれ。帰り歩いてたらさ、急に横でさ、ラッパーしだしてさ、うん、急にドンツクドンツク流れてたから、そう、で、おいおいとか言って言い出して、うん、でも俺ずっと無視してたの。そしたらいいんだよ、ほんとラッパーいんのに無視すんなみたいな。急にディスり出してた。隣にラッパーがいたらさ、ラップバトルの一つでも仕掛けてくれゃいいのに、すげえ無視するの、ほんとに無視したから。いや、違う話してたのよ。なんでそんな無視できんのと思って。違う話してたの。つれえな。あ、ここスペイン坂だ。どっちもつれえわ、それ。そう、うん、で、なんかあれだよねとかって話してたら、うん、ずんだずんだなってて、鉄道さんがうーとか言って横でやりだしたから、うん、胸叩いたりしてさ、あそう、やるんだけどさ、うん、別に俺話してたから、うん、そのまま無視して話してる。全然無視してる。なんかマンボウヤシロの話してる、ずっと。なんかこの辺でマンボウヤシロがラジオやってたらしいよみたいな話ずっとしてから、いや、マンボウヤシロより今俺のラップだろうと思ってた。違う。なんでマンボウヤシロなんだ。その前からその話してたの。あ、この辺でなんかラジオのスタジオが、うん、確かあったような気がするとか言ってて、うん、で、あ、そうなんだみたいな、うん、で、マンボウヤシロがやってんだよっていう話してて、うん、 うん、その最中にだよ。その最中になんだ。そう、急にいや、ラッパーっつうのは本当いつ降りてくるか分かんないから、そのライブが、うん、まあ、その時にはもうそのステージなんだけど、うん、いや、それでやってて、でも俺話してる最中だから俺なんかあると思うんだけどな、 今の時間ぐらいにやってんじゃないかなみたいなこと言ってたら、うん、無視すんなって。いや、ほんとひどい。急すぎんだよ。いや、スイッチ入れてもらわないと、その時はラッパーの、
いやそれでさ、この人さスイッチ入れてさ、なんかさじゃあ返すじゃん、そうするとさなんかさ急におっとか言ってさあ、そうだねあの、あるあるあの、来たからこっちも乗ったらなんか全然一瞬で俯瞰視点になるじゃんボールの回転が強くて受け止めきれないみたいなそうあ、こぼれるみたいな全然響かないとかあるよねなんかちょっとやめてみたいにさやるじゃんそれはあるありますありますだからそのまま冷静に対処したの、なるほど、多分そのままやってたら多分、あ、こいつ気づかなかったんだなで、そのヒップホップやったのをなかったことにすんのかなと思ったら、いや意外とね攻めてきたんだ、攻めてきたんだその、今俺ヒップホップやってただろうがあ、まあその時はね俺もノリはそうなるよラッパーに入っちゃうからねスイッチが、ね、やばいな、いいんですよそんな話はどうでも、ね、今週のテーマあります、はい、で今週のテーマが、まあこれ本当に何ヶ月ぶりになるのかな、お、お取り寄せ会ですよ、来ました、今週は待ってました、第これが4回になるのかな、4回、もう4回目やってるんだ、そう前回やったのがね、なんか俺らはもうてっきり忘れてたけど、何月だっつってたかな、なんか6ヶ月4月5ヶ月4月ぶりだ、もっとだから7ヶ月ぶりだみたいな4月みたいな感じらしいので、まあまあ冬のね、ほんと寒くなるいい時期、ですね、これからお歳暮だのなんだのみたいな時期に来るんでしょ、俺お歳暮なんてもらったことねえけどさ、そうね、あげたこともねえわ、まああんまないよね、でまあそういういい時期なんでしょうということで、まあ皆さんからね、今回もさまざまな種類のよーしいただいておりますんで、で、あれですよね、で、僕らまた買っていいんですよね、そうです、いつもねお取り寄せ会っていうのは、まあ皆さんが送ってくれた中から我々がそれぞれ1点だけ気になったものをまあ購入させていただいて、翌週にああだった、美味しかった、あだのなんかこうだった、あだのっていうのをまあ発表させてもらうみたいな、そういうようなね、なるほど、感じなんですけども、うん、で、まあ今回も前回と同様、はい、まあいろいろ送っていただいてるんですよ、いろんな方から、なんですが、まあその中、まずそれをまずちょっと厳選させてもらってるんだけど、商品名しか読み上げません、基本的にはね、なのでその商品名でまず、うん、あって引っかかった場合はそこから、内容に入っていく、なるほど、こういうものですよみたいな、でそこで一人でも気になればいいのね、そうだから、まあその時はストップかけてもらって、はいはいはい、っていう感じなんだけど、名前あげてもなーんってなっちゃった場合はもうすぐ次の商品いっちゃうんで、まあその場合はだからこれ本当送ってもらった方はもう本当にそこでもう、あ、何もなかったみたいな風になる、ちょっとね、まあしょうがない、送ってもらった方には厳しいけど、まあこれは本当にしょうがない、そういうもんだから、そうだね、そうなんですよ、それを了承していただかないと、そうです、なので今回もね、まあヒット商品が生まれるのかどうかわかんないですけど、なるほど、まあこの中からね選んで何か食べたいですよ、美味しいもん食べたいです、食べたいですね、食べたい、この冬に、うん、というわけで早速やっていきましょうかね、はい、じゃあメモの準備はいいですか、あ、ちょっと待ってください、だけど忘れたらもうそれでアウトだからね、あれ、あれでしたっけ、気になって、そのまま調べるのはなしなんだよね、気になって自分で個人的に、名前言われて、あ、名前読み上げてね、あ、それはもう本当反則です、反則技ですよね、罰、それは罰が下る、わかりました、罰、罰として俺とラップバトルしよう、うわすげえやだ、すげえやだ、そうですからね、注意してください、で、だから気になってストップかけたらそこで調べていいから、なるほど、わかりました、では早速いきましょうか、うん、はい、第1個目、うん、北海道もうその佐藤水産のサーモンオリーブ、サーモンオリーブ、ああ、ちょ、ドンさん待って、今、あ、今調べたんじゃないの、ね、メモあ、メモしてるのね、オリーブ、でも俺前回さ、うん、ルイベしちゃったんすよ、
あーなんか前回頼んだのがそのルイベだっけ、うん、サーモン鮭えサーモン系だったよね。サーモンルイベみたいな。鮭ルイベ。あとうんそうすなんかそんなんだったような気がするんです。次行きます。魚ね。うん、もう次行かれます。あはい。山下スイス。うん。ピリ辛プチホタテ。ピリ辛プチか。プチホタテ。え。ね、ホタテねー。次いきますよ。ええこれ何個あるんですか。ちょっとすいません、ちょっと一回すいません。何このストップ。これすいません、あのこれ関係ないストップ、これ今関係ないストップ一回使っていいですか。関係ないストップね。これ質問がしたい。質問、うん、3回までいいよ。3回まで。あ回数あるんだ。うん3回じゃあ1回使います。はい、全部で何個あるか教えてもらえます。全部でね、結構多いんだよ。あ、いや結構多いっすよね。うん、それでも厳選して28。あ、多いな。うん、あなるほど。 OK です、ありがとうございました。すいません、止めてしまって。じゃあ次いきますよ。はい、徳島県徳島つくしかまぼこの徳島発つくしのフィッシュカツ。フィッシュカツは強いよね。フィッシュカツってなんだ。ちょっと聞きたいっすね。ああなるほど。フィッシュカツ。愛ちゃんさんから送ってもらいました。はい。最初の皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。我が家にお取り寄せブームをもたらしてくれた伝説のお取り寄せ会、ぜひとも参加させていただき。ああじゃあこれできっかけでなんかお取り寄せしようみたいになってくれたんだね。あなるほど。ああそれはありがたいね。こちらは我が地元徳島県のソウルフード。あソウルフードなんだ。ソウルフードなんだ。へえ。白身魚のすり身にカレー粉、唐辛子を加え、パン粉をまぶして揚げたかまぼこカツでございます。ああいや絶対うまいじゃん。これ美味しいね。絶対うまい。そのままかぶりついてもいいし、少し油を引いてちょっと揚げ焼きにしてもカリカリにしてもいい。あ電子レンジやソースターでチンでもいいと。あもちろんソースとかねマヨネーズとかにしてもいいよっていう、うん、イベントで行った時にさ買ったの何だったっけ。あーあなんで広島のやつだよね。そう、うん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 、なんだっけあれ、なんか小判、小判みたいなやつ。うん、なんでしたっけあれ。あれなんつったっけ。美味しかったガンス、あガンスガンス、そういうイメージかな。まあ、ちょっとじゃ近しいかもしれないね。見た目はかなり近しいね。あ、ほんと俺見た目見てないよ。ちょっと見た目も見ていいですか。見た目見なさい。フィッシュカツで出てくるかな、うん、俺想像と違ったわ。あのフィレオフィッシュとか、はいはいはい、あっちのもんかと思ったら、あーあーカツだね、見た目はカツです、うん、薄いカツだ。薄いカツですね。へーあ、そう、まあ、朝ごはんに卵焼きの横にもう一品とかでもいいし、カツ丼風にとかでもいいし、お好み焼きトッピング、お酒の魚とかでもいいよみたいな。これは美味しいな。フィッシュカツで育ったと言っても過言ではないくらい食べてるんだって。徳島県のソウルフードフィッシュカツ、いかがでしょうか。あーいいねー、これ美味しいよね。これは美味しいね、うん、これは美味しいね。商店街に売ってそうだもんだってこれ。あーおばちゃんが売ってるのいいね。うん、売ってそう、お惣菜屋さんに売ってそう。かまぼこってのがいいな。あいいな。お前かまぼこ系、うん、かまぼこ好きだね。好き。いやかまぼこいいよね。かまぼこ好き。侮れないよね。侮れない。マジで侮れない。あかまぼこいい。え、これこれはさ、うん、基本的にカレー風味なの、うん、そんなこともないの。カレー風味のもあるのかな。基本的にどうなんだろう。でもこの人が書いてるのは、白身魚のすり身にカレー粉と唐辛子を加え、パン粉をまぶして揚げたものがかまぼこらしい。あ、もうじゃあ基本そんな感じなのかな。そんな感じの味なんだろうね、多分ね。いいですね。ぽいね。それだけでも十分だみたいな感じだろうね、多分。いいですね。ああ、なるほどです。なるほどです。続きまして、はい。岩手県盛岡市にある三好食堂の名物、うん、豚バラ。豚バラ。飾らないね。ね。なんかそんなにいいやつなのかな。豚バラで勝負するって結構だ。結構だね。ちょっと気になりますね。それは何？
今ちょっと気になりますねっていう。それぐらいだと別に全然何もない。あ、そうなんだ。気になるぐらいじゃあれなんだ。ダメよ、ちゃんと掲げないとダメよ。あ、来ない来ない。そう、次行きます。あっ、なんだこりゃ。神戸長田、味の沢と書いて三沢のぼっかけ。え、気になります。気になりますね。ぼっかけ気になりますね。ぼっかけ、まあなんか汁物のイメージがあります。確かなんかかけてる系。うん、あれ、なるのさんから送ってもらいました。神戸長田、ね、神戸か。うん、伊藤さん、と三平さん、こんばんは。こんばんは。毎回楽しみにしているお取り寄せ会、満を持してエントリーするのは三沢のぼっかけです。三沢、三沢ぼっかけは聞き慣れない名前、書き慣れない名前だと思いますが、うん、これは牛すじをトロトロになるまで煮込んだ、うわ、神戸下町のソウルフード。あぶね。あーあ、これは、ああ、これうまいんじゃないか。なんかもう牛筋をトロトロにっていうだけでなんかもううまいぞ。うまいねこれは。ぼっかけで出てくるの。あ、ぼっかけで出てくるのか。出てくるね。これをなんか焼きそばと混ぜてる絵があってめっちゃうまそう。 あのねこの人が書くには、まあ、もともとは神戸港の湾岸労働者が食べる安直なおかずだったんですが、それだけに安くてうまいというのが売りだったと。で、そのこの三沢さんっていうのが創業35年で立ち食いうどんの店なので、だからうどんにのせるぼっかけうどんっていうのが絶品だと。あ、うまいわ。これは どこで買うんですか。めっちゃ黙ってんじゃん。どこで買うのかちょっとわかんない。これどっから取り寄せるんですか。とりあえず三沢のぼっかけで出てくるんじゃない。だから味の沢と書いて出てこない。三沢、それで出てこないとちょっと困っちゃうけどな。三沢ぼっかけうどんっていうのはあるけど。あっ、商品情報ありましたね。購入はこちらからどうぞってのある。ありますか。お査定でもいかがですか。ありますか。ちょっと調べてみよう。新米220円でめっちゃ安くない。安すぎない。あ、これ絶対美味しい。元取れねえぞこれ。はい。カレーうどんも美味しそう。そうね、まあいろんなのがあると。もうとにかくうどんじゃなくてもご飯に、卵かけご飯に行ってもいいし、カレーライスでもいいし、焼きそば行ってもいいし、焼き飯、そう、オムレツ、お好み焼き全然いいと。焼きそばになんてさ、うん、うまいじゃん。うまいね、贅沢でしかないね、焼きそばにこんな。うん。で、まあそう、さっきも言ったけど220円というお値段もいいし、コスパがいいので10人前、20人前と注文する方も多いようです。何220円って安すぎるよね。送料の方が高いでしょ絶対これ。ね、あ、すごいわこれ。すごいね。これはうまいんだろうな。これはうまいですね。さぞやさぞやさぞや。そうね、コメントでも犯罪だよこれって言ってる。犯罪だねこれ。この安さは犯罪だな。犯罪これは。ダメよこれ、パワーバランス崩れるよ。そうね、こんなされたらね、うん、たまったもんじゃない。すごいな。こっちはいいもん出たね。続きまして、はいはい、山本食品ねぶた漬け。漬けたか。漬けね。漬物なのかな。漬け、漬物はね、気になるんだよな。え、気になるだけじゃちょっとダメです。うん、ダメです。気になるんだよなー。でもうあれ、なんか何かを使ってる。お前はもうそれチケット使ってる。うん、それ以上のものが来ない限り俺はもう止まんない。えください。あ、来た、ねぶた漬け。すいません、しょうがねえな。これください。アトムさんから送っていただきました。はい、ご飯に、今回のテーマはお取り寄せですが、例えばお酒をたしなむドンさん、うん、レンチンだけでめんどくさがりなペイさん、うん、もう、あ、何生活リズムが崩れており、ご飯のタイミングがもちもちな手とさんも飛びつくである青森出身の私がおすすめするのが、山本食品さんから発売されてるねぶた漬け。ああ、これはね、ごろっと大きい数の子、数の子入ってたら、細切りにされたスルメ、大根、きゅうり、昆布が特製醤油につけられたもの。だからいろんなもんが入っちゃってるやつなのかな。あー、美味しいねこれはね。いろんなもんが入っちゃってるやつ。これ美味しいやつだね。あー、これは美味しいことになってる。これご飯が、あー、
これすごいね。進むくんだねこれ、うん、これあったらご飯なくなんぞ本当に。あ、甘みがあって塩辛さはそんなに強くないと。で子供からお年寄りまで、幅広い人が食べられるようになって。あ、甘みがあるんですね。まあ、甘みって言ってもなんかいろんな甘みがあるからね。数の子ってなんかちょっと甘みあるもんね。あ、これは酒飲みにはたまらない ね。冷凍保存も効きますし冷蔵庫でも結構日持ちしますので多めに買ってしまっても大丈夫です。なるほど、ありがとうございます。これちょっとありがとうございます。あ、でもあれね、これ選ばなかったら買っちゃダメだからね。ちなみに言っとくけど、人生で、今後の人生でいやそれぐらいの業を背負って覚悟で臨んでほしい。そうね。今後一緒。あれでもなんかこの前あれだよね、終わったら平気なんだよね。いやでも今あれ人生でって言ってたよ。ルールが変わったんですか。ルールは変わってもう常にアップデートされてくから。え、で前回までは良かったの。前回まではまあ多めに見てたよ。俺も騒いでんなと、こいつらが足元でギャンギャン言うとんなと思ってたけども、今回から厳しいですよ。厳しいんだ。あ、うん、もう一つのみなんだ。そう、一つのみ。え、でもなんか 2個目いける券とかもないの。発行されてないの。今のところその予定はないね。ないのかよ。そうだね。ただまあ知らず知らずに食べちゃうことはあるかもしれないけどね。なんだよ、メモしてたのに俺そのために知らず。だからどんさんもあれだよ、嫁が頼めばいいんだよ別に。あ、うん、だから俺とペイさんもあれそのルールで大丈夫です。じゃあ全然。なんで？やっぱダメ。別れろよ。ダメだよ。でも嫁が食べてるのを見ろ。だからお前は。別れろよってやばいな。買ってもいいけど食っちゃダメでしょ。食っちゃダメ。え？トンさんは食っちゃダメだよ。え？そうだよ。俺食べちゃダメなの？うん。嫁が食ってるのをお前は見ることができる。ああ、何面白くねえ。美味しいよって言ってるのを見てる。幸せだろそれが。おもろない。それがお前の幸せだよ。なんだよ。しょうがない。次いきます。はい。はい。埼玉県越生町越生特産物加工研究所の元気100倍。え100倍の倍は梅と書いて倍ですね。あ、じゃ あ聞きます。あ、聞く。はい、好きだね。梅だった。梅は梅好きだもんね。元気100梅。100梅元気。どんさんペサテトさん、サラリーマンの世知辛い世界にひとときの癒しありがとうございます。はい、私のおすすめお取り寄せ商品は地元埼玉県越生町。越生町って秩父の手前にあるところかな多分。あ、ご存知ですか。ご存知ですか。行ったことあるのかないのかわかんないけど、越生特産物加工研究所の元気100倍です。研究所って梅が丸ごと入った、あ、1本 180ml の清涼飲料。飲み物なんだ。飲み物なんだ。飲み物だ。あ、飲み物なんだ。へぇ、元気100倍って梅の飲み物。梅の飲み物だ。梅が丸々1個入った。あ、丸々もう入ってるね。なんだこりゃ。へぇ、物心ついた時から愛飲し30年以上になると。すげえ飲んでんだな。うめえなあこれは。12本で3000円程度。あ、まあ、12本だから1本300円いかないぐらいか。いやでも結構ですよ。程よい酸味と甘みで飲み切った後は、梅を美味しくいただけると。この中に入ったね、梅が、青い梅が美味しくいただけるよと。夏は凍らせてシャーベット、冬は温めてホット梅ジュースや熱燗と割って梅酒にしても最高だと。なるほどね。まあ、梅が嫌いな方でもなかなかの確率でこれなら美味しいと言っていただいております。この緑のさ、梅、うん、俺好きなんだよね。梅酒とかに入ってたりするよね。そうなんか食べれる全然、うん、赤い方じゃないちょっと固めのやつだったりするよね。うんうん、そうそう、カリカリのやつ、うん、かなり好き。赤はね結構ダメなんだけど俺。そっか、なるほど。元気100倍。なるほどね。いやもう多分世界で梅のジュースが一番うめえからな。お、めっちゃ面白くない今。もう一回言って。そうですね。もう一回言って。俺、世界で一番梅の。気づいてない。危ない。心臓。心臓が危ない。くれるとこだった。危ない。お前そんな面白いやつ気づいてないとかありえるの。天才じゃん。ビール飲んだ後みたいになってたもん。
本当だね。喉越しで味わってたな、ね、お前の面白いやつ。あぶね、普通に飲み物出したことあったわ。危なかったな。危なかったじゃねえか。あ、ありがとう。何がありがとう。気づかせてくれてね。うん、続きまして、これは高知県、うん、高知、四万十生産のうなぎ生姜。うなぎ、うなぎ生姜、うなぎ生姜、うなぎ生姜、生姜でいいんだよな、このなんか生って書いて、あと脅威の脅みたいな字書く。生姜ですね。生姜だよな、これ。あ、生姜なのかな。あ、これ生姜なのか。だから生姜なのかな。叩かれるな、俺。まだお前が引きずってんのかよ。いや、だからノーコメントでしょ。うーん、でも生姜はうめえんだよ。うなぎの、いや、ちょっと意味が分かんないね。鉄道さんはいいんすか。あ、鉄道さんも いけんだっけ、これ。ああ、そっか、俺もいいのか。そうです。じゃあ俺がちょっと聞いてみるわ。ちょっとよく分かんないから、うんうんうん、聞いてみる。俺が聞いてみるわ、この人。今から電話で聞いてみるわ。つながってます。あ、今つながってる。つながってる、うん、じゃあこっちもちょっと今、マキちゃん？あ、今繋がってますね。あ、ダメだ。切れた。繋がってない。うん、ダメか。切れた。あー、なるほどです。あ、何？いや、調べたの今。あ、でも今始まってんじゃないの？あー、始まってる、始まってる。私が三人称さんにお勧めしたいお取り寄せは、うん、高知県四万十生産、四万十生産、四万十さんから出てる、うなぎ生姜です。ちょっと調べていい？うなぎ生姜。俺も調べる。うなぎ生姜。あ、なんか瓶しか出てこねえ。あ、でもね、ほんとご飯に。あ、うなぎだ。あ、あれ、これなんだ、うなぎだな。高知県産のうなぎのかば焼きと、四万十、四万十町なのかな、四万十町、四万十町産の有機黄金生姜のコラボ商品です。うまいよ。柔らかく上品な甘さのうなぎとシャキシャキ辛い生姜の食感がたまらなく、ご飯との相性が抜群。ご飯が進むって書いてある。うん、私のおすすめはお湯や出汁をかけて食べる。出汁？お茶漬け。誰の出汁？何の出汁？誰の出汁よ。出汁は自分から出る出汁じゃん。自分の出汁？自分汁？出るぜよ。急に。高知、高知だから、多分なんか龍馬、龍馬が出てきたんだよ今ね。出るぜよ。それ以外のそれ以外の多分引き出しがなかったそうだね、龍馬だっていう。龍馬だから。龍馬。トッピングにわさびや海苔を使っても合う。うまいね。最初はご飯と、次はトッピング、最後にお茶漬けとひつまぶし風に食べれば何杯でもいけますよと。うなぎ巻きにしても美味しいので、ぜひお試しください。これは巻く手巻き寿司みたいな感じ、うん、楽天やアマゾンでも購入可能という。まだ簡単に買えちゃうね。ワンクリックで買えちゃう、うん、これ美味しいだろうね。これはいいね。これ美味しいだろうね。これ美味しい。これ絶対美味しい。これ美味しいだろうな。6ヶ月持つってさ、すげえ持つじゃん。持つな。でも開けたら持たないでしょ、そんなに。あ、いや、でも開けたら冷蔵で行ってくださいみたいな。あ、それでもそんな持つんだ。常温で、うん、6ヶ月開封するした場合は、冷蔵に入れてって書いてある。あー、だから6ヶ月いけんじゃない。開封しても6ヶ月いけたらいいな、それ。これはまずいな。まずいね。ご飯のお供は強い、ね、ご飯のお供はまずいよね。そうね、うん、まずいよ。うまいよ。だってそれまずいよ。もうわかんない。もうわかんない。もうどっちどっちわかんないもん。続きまして、はい、京都、はい、下鴨茶寮のきんぴらマグロ。きんぴらマグロ。きんぴらマグロ。マグロね。きんぴらごぼうのごぼうがマグロってこと？そういうことなのかな。あ、そういうことなのかな。単純にイメージで言ってるけど、きんぴらごぼうのごぼうがマグロ、そういうことなのかな。美味しそうだな。確かにね。ああ、次いきます。うん、ああ、博多、中洲、福の屋のご飯が止まらんらん。いや、ちょっと行きたいっすね、それはね。ご飯が止まらんらん行きたいっす。止まらないじゃん、だってこれ。それは言わ
われちゃう、今の流れでそんなこと言われたら、ね、ほんとダメですね、それは。ご飯が止まらんらん、ほんとだよ。ご飯が止まらんらん、これは行きたいですね。世界最強豚ゴリラさんが送ってくださいました。誰だか、カオル、カオルちゃんが送ってくれたね。カオルちゃんが、私のおすすめするお取り寄せは博多中江の福野屋さんのご飯が止まらんらん音符です。止まらんらん、止まらんらんは止まらんらんなのかい。本当に明太子なんすね。明太子だ。あ、まあ博多だもんね、うん、でもなんかちょっと違うのかな、フレークっぽい感じか、なんか鮭フレークみたいになってるね、うん、うん。前回ノミネートされながらも選ばれなかったメンツナカンカンの味の明太子、福屋の姉妹ブランドから出ている。あ、なんかね、なるほど。あ、メンツナカンカン、確かに確かに、あの系統ね。ぽいぽいぽい、カンカンでランラン。あー、なパンダみてえだな。そうだね、明太子の瓶詰め、食感はプチプチでご飯にのせてもよし、パンでもパスタでもサラダにも使える、美味しさ無限大。そうなのよな、それ強いよな。マヨネーズやチーズとの相性もいいと。おにぎりでも、明太子前のおにぎりでもいいし、明太子チーズのオムレツも、あ、美味しいね、これね、おすすめです。美味しい。ご飯がともらんらん。え、チリメンが入ってるやつもあるんだ、ね、チリメンもおすすめなので、ぜひ。この場合はどっちでもいいんだよね。ご飯が止まらんらん。そうだね、ご飯が止まらん、ご飯が止まらんらん、かっこ明太子か、かっこ明太チリメン。あってことはこれどっちでもいいってことだよね。あれ、ジャッジは近だな、どっちか。え、もう近。あ、そう、あ、そう、まあ、スタンダードでいきましょう。なるほどね。あ、そう、明太子だけ、ラン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 、なるほど、ランランしてください。これ美味しいな、これいいな。麺にも使えるってのは強いな。ご飯に。あ、ランラン。あ、続きまして。はい。谷口屋のお揚げセット。竹。竹。竹。なんだろうね。お揚げセット。まあでもお揚げ、お揚げってさ、うん、お揚げって何？お揚げってお揚げだよ。お揚げ、うん、何をお揚げしてんの？はんぺん系を揚げたりするのがいい。あー、そうね、みたいな。だから結局あれね、ガンスみたいな。あ、そじゃない、ガンス系。でもランク的に竹、竹ってことは中、真ん中ってことかね。松竹倍だから、うん、竹真ん中だね。真ん中グレード。うーん、お揚げセットね。いや、好きだけどな。次いきます、はい、あー、そう、桔梗屋、桔梗信玄生プリン。え、あー、プリンだね。プリン、プリンね。あー、これちょっと僕見てみていいですか。あ、そう、あのね、あのね、みんなあれ甘いもん送んないくなったでしょ。うちらがあんま甘いもん手伸ばさないから。うんうんうん。でも最近ちょっと甘いもん好きなんですよね。あれ最近なんかね、あら、甘いもんいいなと思って。すみません、あのね、もう一回言ってもらっていいですか。もう一回はあれ、チケット使うよ。あ、そこで、当然だね。あ、そうだ、そこで、なんか、そうだった、そうだった、そうだった。忘れてた、もう一回チケット。いや、俺も忘れてた、もう一回チケットだ。あれだよ、ペイさん多分前回も使ってるから、少なくなってるよ。あ、引き継いでんだ。うん、これ一生で、一生でだからね。一生で。じゃあいいです、大丈夫。大丈夫？あ、じゃあ大丈夫。でも、どうせ、あれ、読み上げるけどな。でも、じゃあそうだ。そこ聞いとけばいいんだな。賢いやり方でいこう。私が、三角さんから送ってくれました。うん、私が紹介するのは、桔梗信玄生プリンです。これ、美味しいやつ。簡単に説明すると、山梨県の定番お土産、信玄餅をプリン。あ、確かに信玄餅のケースっぽいな。なんか、タレが上乗っててね。信玄餅大好きだわー。わかる。信玄餅、うまく食えねえ、あれ。うまく食えねえ、あれ。あれ、ちょっと咳したらもう終わりだもん。そうなんだよ。パーンって飛ぶから。バーンって飛んでっちゃう。信玄餅はうまいよ。信玄餅好きだわ。ほのかに香るきな粉の香りに滑らかな口溶け、ね、信玄餅にもついてる黒蜜が相まってとっても美味しい。お三方、甘いものはあまりとおっしゃっていましたが、ぜひ一度は召し上がっていただきたいです。それのプリン版だ。プリン版、これすげえうまいんじゃねえ。これうまいね。和の甘さは好きなんですよ、これ、うんうん。あれ、あ、ちょっと待って、これうまいな。なこれうまいよね。なんか画像見たら、その中身の画像見たら、中身見れんの、豆腐みてえな。ね、豆腐みてえになってるね。豆腐みてえなのが出てきて、なんだよ豆腐みてえ。めっちゃ美味しそう。黒蜜。画像検索しろ、画像検索。あら、
しい、あ、美味しいじゃんこれ。だってこれは美味しい。これいいな。2個ぐらいペロッといっちゃいそうな感じだね。いやこれ4個からなんだ。いい気がする。あっという間だよ。あっという間ですよ。そんなのは4個食えるかな。4個いけるでしょ。俺さ、お土産屋さんとかでもいつもさ、なんか4個からとか6個からとかのが多いじゃん。まあそうだね。まあね。いや、いける。消費するのに結構。いや、これはでもいけるでしょう。いけるかな。こんなの秒でいけるこれ。下手すると一食いでいけるでしょ、こんなの。そうだよ。ペロって。そしたら俺の口の中でバンってなるよ。プリンがバンってなるよ。ベロンといっちゃうよこれ。本当？うん。あ、でも美味しそうだね、確かにね。これ美味しそう。続きまして。はい。読み方はいいのかな。ヤマトヨ。ヤマトヨさん。ピリ辛広島な。あれ？あれ？これさ、なんか出てこなかったっけ？広島菜なんか言ってなかった？広島菜ってペイさんが言ってたじゃないの？でもこれください。これください。これください。これくださいって出てたぞ。いや、あの、うん、ください、これちょっと。田中っぽい人さんが送ってくれました。はい、うん、私がおすすめしたいお取り寄せは大和湯さんの広島菜です。その中でもピリ辛広島菜をおすすめします。おお、うん、広島菜は広島のイベントで食べられたかと思いますが、改めてどうでしょう。なるほどなるほど。大和湯さんの広島菜はさまざまな種類があるんですが、ピリ辛広島菜はご飯ともお酒のつまみとしても相性抜群。あれ、唐辛子の辛みと魚介の旨味が味わえるうま辛い広島菜です。なるほどなるほど。大和湯さんのホームページや Amazon 楽天でも買えるのでぜひともどうぞ。あー、こんな感じだったな。赤いのがちょっと、そうかも、こんな感じだったかもな。買った時これじゃなかったんですよ。なんか違うなって言いながらなんか、見てたよね。辛くないやつ。辛くないやつだったのかな。違かったんです。これなのかな。これじゃない。見つけてくれたんじゃないかなのかな。いや、わかんない。その人はでもそれに関しては言ってないから。え、この人はこの人でもこれがうまいって思ってるやつで、ちょっとピリッとしてたよね。ピリッ、確かに。そう、うん、どっかで食べた時はね。でもこれ出てきちゃったらまずいぞ。次いきます。うーむ。宮城県の、うん、新たな名産品、伊達政宗。うわ、見たいそれ。聞きたい。これ何米とかじゃないの。ああ、あ、ぽいぽいな。どうします。え、聞きます。聞きますか。おいでよ中山さんが送ってくれました。今回はテーマお取り寄せということで、ここで私の住む宮城県の新たな名産品、伊達政宗を紹介します。宮城県のおいでよアカウントを代表して、私おいでよ中山がおすすめする伊達政宗は、米どころである宮城県が2017年11月に販売を開始したお米の新商品。お米ですか。新しいお米なのかな。すごい新しい。もちもち食感でほんのり甘く、お子様からお年寄りまで幅広い年齢層に親しまれるように作られた美味しい美味しいお米。まずはそのまま食べてみてください。ただのお米ではありませんので、ぜひ検討してみてください。それだけの自信があります。そうなの。うわ、ちょっとそんなに美味しいのかな。写真見てるとめっちゃ食いたくなるな、これ。割とでも高い。あ、割とするね。これかなりのガチ。これガチだね。これガチっすね。うん。あー、すごい。そうなんだ。30キロでも売ってるよ。あ、これすごいね。これ相当ガチだな。これ相当ガチな米だ。相当ガチっすね。米出してきたか。相当ガチっすね。もう物が来たもんね。うん。うわー、これがあってからのが欲しいよね。欲しい。これプラス欲しいね。これプラス前に出てきてさ、なんとかとかついたらもう最高だけどな。これ仮に米をじゃあ買って食べて、俺感想を言える自信がねえわ。あ、なるほどね。ああ、まあ、いつ他の米と比べてみたいなね。まあそんなにね、言うて他の種類食ってるわけでもないし。確かにな。大体佐藤のご飯とか。そうな、うちなんて炊飯器ねえもん、まず。うわー、やべえな。それはやべえな。これあっても炊飯器も買わなきゃいけないもん、そしたら。ハードルが高い。ドンさんのとこだったらまあ。ドンさんはいけるけどさ。ああ、なるほどな。いいですね。
うん、続きまして、なるほど、はい、青森県十和田市、日本風土の十和田バラ焼き。十和田バラ焼き、なんだろうね、バラ焼き、それに花ではねえよな。いや花じゃないだろう、なんかをバラで、豚バラとかのバラ的なことだよね、牛バラ。十和田か、十和田バラ焼き、バラ、うん、肉いきます。あ、肉、肉かな。いや、わかんない、それはわかんない、それはわかんないです。ちょ、一応聞いてもいいですか。一応って何なの。あ、聞きます。すげえなんか聞きます。勘に触る。どうだ、今。いやー、すいません、今のマイナスだよ。マイナス、今あぁ、今だからマイナス分、今攻撃が入った。入っちゃったから今。あぁ、これ溜まるとやばいからね、これね。やばいよ、お前。溜まるとないことになる、気をつけた。そうですか。荒々しいおこじょさんが送ってくださいました。はい、サネジュの皆さん、こんばんは。こんばんは。私が紹介するのは青森県十和田市の B 級グルメ、十和田バラ焼きです。B 級グルメなんだ。 B 級グルメってもうだって A 級だもんね、結局。あ、結局ね、根本的な話するとね、うん、B 級って A 級だから。 A 級なんだよね。なんだこりゃ、何これ。わあ、吉野家みたいになってんじゃん。吉野家みたいになってる。牛バラ肉とたくさんの玉ねぎを醤油をベースに、リンゴ、ニンニク等の入った甘辛いタレに絡めて、鉄板で水分がなくなるまで炒めて食べる料理。水分なくなったら、水分なくなったら大体うめえからな。ちょっとそれはわかんないけど。濃い味付けなので、ご飯のお供として、あるいはバラ焼き丼にしても美味しい。ビールにもよく合います。バラ焼き丼はうめえよこれ。私は試したことはありませんが、残ったタレにうどんを入れる食べ方もあるそうです。え、ずるくない？タレ、それ、タレ、タレはそんなに残るんかい、これ。水分飛んでんのに。タレはタレで、また、タレはタレであるの、あるのかな。めっちゃ出るんじゃない、もう。めっちゃ出るんだよ、出汁が。そう、あのなんか食べてる隙間から、口の隙間から出るんだよ。出る。いや、それ、いや、本人のじゃん。それ本人の出汁だよ。だね。それでうどん行くのがうまいんだろうな、多分。なんかマイナスだな。そうだね。今の聞いたらマイナス。ね、バラ焼きはもともとは青森県三沢市発祥。さっきもなんか三沢出てきたな。三沢すげえな、多分。味に、沢、味が。三沢すげえな、うん、やっぱ。その後、十和田市などへ広まっていき、2009年、2010年の北海道東北 B1 グランプリでも優勝している。わー。B 級グルメを集めたね、東北地方のグランプリでも優勝していると。しかも2年優勝してるからね。うわー、なんだよ、もう。とてもシンプルな料理ですが、時々無性に食べたくなる味です。うわー。いや、絶対うまいんだよ。1位のバラ、豚バラだ。1位のバラ、世界1位のバラ。世界1位。世界、これ世界1位だよ。豚バラだ。北海道、東北、世界1位。世界一。北海道東北がもうよくわかんなくなってきた。世界だよ。大きく見りゃ世界。次行きます。はい、いや、燻製半熟卵。あっ、スモッチ。あら、かわいい。なんだろうな、なんでしょうね。まあ、燻製の半熟、半熟卵の燻製、半熟で止めとけれるのかい。半熟の状態で燻製にいけるもん。燻製の卵ってなんかもうなんか茶色くなったよ。そうね、うん、温泉卵じゃないけど、温泉地にある卵みたいな。半熟なんだ、ちょっと硬いやつだよね、スモッチ。え、あああ、次いきます。はい、あああ、でもこれいや、うまっ。あ、いや、次いきます。あ、宮崎、ぶっかけ茶漬け、かつお花。うわー、花咲いたな。茶漬けね、茶漬けね。え、あ、そうか、もしかしたら言えないんだ。ちゃっちゃしたの今、うん、ぶっかけ茶漬け、茶漬け花、かつお花。もう一回聞かれたって分かんないです。かつお花ですよ。かつお花、かつお花、かつおだった。ちょっとゾンさん一回チケット使えば。
え、どういうこと？待って、人のチケット、人のチケットを使わせようとすんなよ。横取りすんなよ。名前聞くチケット。次行きます。あ、これまた、あ、すごいな。ん？この地域。火曜物産、四万十川の川のり佃煮。あー、川のり。川はすごいね。川のりって書いてあるよ。海苔の佃煮はうまい。海苔の佃煮ってさ、うまいよね。うまいよ、だってあれご飯ですよでしょ。あれご飯ですよ。あー、そっち系ね。え、ご飯ですよ、すげえ好きなんだよ俺。行くのじゃん。川のりってのはな、な、なんだろう。いや、川で海苔を作ったんじゃない。いける。高知すごくない。高知すごいね。四万十川すごいね。四万十川すげえよ。あー、いや、高知だからね。高知だから龍馬が出てくるんですよ、高知といえば。逆に龍馬以外出てこないから。なんか当たり前みたいになってたからさ。次いきます。ああ、そう、茨城。お、グルービーの生ドレッシング。ああ、お野菜系ね。お野菜系か。グルービー、いいですか？ください。あ、行きます。行きます。ミザリーさんが送ってくれました。はい。今回私が紹介したのはグルービーの生ドレッシングです。グルービーは茨城発祥のパスタ専門店で、県内でチェーン展開されています。そんなパスタと同じぐらい人気なのが自家製の生ドレッシングです。野菜が苦手な方でも食べやすいかと思います。サラダ以外にもお豆腐やお肉にかけても美味しい。な。味は4種類ありますが、人参とセロリがおすすめです。え、パスタとドレッシングがセットになった商品もあるので、ぜひお楽しみ、お楽しみ、お楽しみください。お楽しみです。わ、え、それは何？グルービーっていうのが、まあ、人参とセロリじゃないとダメってこと？なんか他あと2種類ぐらいありそうですけど。味が4種類ありますが、まだどれがあれなの。これはしょうがないね。どれかどれでも、どれでも言ってくれって感じ。グルービースペシャルセットみたいなのが、グルービーっていうのがすげえうまそうだな。あれなんだな。人参、セロリ、重いよサイトが。ごまと何これ。あら、梅しそあるじゃない。いや、写真見てるとこれ、あー、うまそうだな。あ、グルービー、グルービーって書いてあるね。水戸店、茨城の水戸、納豆なんじゃないだから。これはいいですね。ドレッシングでここまで上り詰めてるわけだもんね。すごいよね。すごいよ。ドレッシングおすすめされるってなかなかないよ、だって。うん。そうね。結構惹かれるものがあるな。気になっちゃうな。続きまして。はい。はい。富山県。富山。金光。白エビの昆布締め、まあ、昆布締め、昆布締め刺身。あー、締めて刺身にしちまうかい。白エビの刺身、白エビを昆布で締めてる。一回締めてんだな。ギュッてやってる、昆布で。こっち系ね。ギュッて。いや、美味しい。美味しいよね。あー、次いきます。あー、新潟県佐渡島。島から、変人モッコの玉とろサラミ。モッコ、変人モッコの玉とろサラミ。玉とろサラミ、玉とろサラミが商品かな。変人モッコはちょっとなんかよくわからないけど、ブランド名なのかな。サラミはうまいよね。これうまいやつじゃん。サラミうまいんだろうね。サラミ、玉とろ、玉とろってなんだろう。玉とろってなんだろうね。卵なの？え？トロ、いや、でもサラミ、サラミ、え？玉トロって何？俺サラミ弱いんだよな。わかる、わかるよ。これ聞いとこうかな、聞いときます。あ、聞いとこうかなってなんだよ。え？言い方、全部言い方だから。俺みたいな人だからね。そうだから、最終的にくださいとか言っときゃいいんだって。ダメなのよ、なんかそう言っちゃダメなのよ。中華マンに親指をめり込ませるさんからもやめてくれ。やめてやれ。さんペさん、テテさん、こんにちは。
普段はお取り寄せ全くしないんですが、地元の美味しいものを、皆様にあわよくば知っていただき、地元に興味を持っていただけたらと思ってお便りさせていただきます。はい、ありがとうございます。今回お勧めしたいのは新潟県の もう驚いてる。うん、大丈夫です。変人もっこの玉とろサラミです。その変人もっこっていうのはブランド名であってんの？変人もっこの変人もっことはなんか書いてあるな、楽天のところに。玉とろサラミ変人もっこは変人もっこ変人もっこ変人変人変人もっこ変人もっこは新潟県佐渡島佐渡島の食品加工のドイツ公認資格ゲセレを持つ渡辺翔吾とオーナー渡辺慎一の本格的ドイツ製法によるハムソーセージサラミ工房のこと。へそ曲がりっていう意味だっていうコメントがありますよ。へそ曲がりって意味なの？へそ曲げながら作ってんだ。じゃあ、うーん、多分そういうことなんじゃない。これなんでしょうがねえな、作ってやるよっていう感じで作ってくれてんだ。通常サラミといえば腸詰めを燻製にして干してあるちょっと硬いやつというイメージがあると思いますが、このサラミは燻製をしていないため柔らかくふわふわとした食感が楽しめます。なるほど。そのまま食べても美味しいのですが、クラッカーやパンと一緒にいただくと幸せになれます。あ、うまそう。社長さんが独学で作り上げて、まあ、かなりの賞も受賞している。お弁当に入っていた時は大事に食べたことを思い出します。いやー、うまそうだもん。これが何？お弁当に入ってることがあったの？弁当にサラミ入ることなんてあるんだ。佐渡島の人はそうなんじゃない？すげえ。変人もっこたちは佐渡島に住んでいるそういうのがあるんだ。あるね。そういう使い方なんだ。玉ねぎ風味のサラミ？鈴木ランランさんがインスタに上げてるわ。ランランか？ランランが言うなら間違いないもんね。胡椒かかって。ランランが言ってた。ランランって間違えたことないからね、今まで。そうだよ。人生で。うん、間違えたことない。うん。いや、それは。なんだ。これは。これ美味しいんだろうな。まあ、ただ、離島からだから、まあ、送料はちょっとね、かかるかも、みたいな。うん、でも、うん、届くかどうかでね、その、期日に。変人もこう、バラエティセットやべえな。高いんじゃないの ?6150円。やーだー、結構するね。でもまあまあまあ、詰め合わせ、その本格的なさ、うん、要はソーセージとか頼むっつったらそんぐらいするじゃん。余裕で。なかなかですね、これ。これですね、返事。これ本当のやつでしょ、だから。いや、これ本当のやつですよ。これ本当のやつ。セットでいいのこれ、買う場合。これバラエティセットいっていいんですか？バラエティだと結構違うの入ってきちゃうかもしれないですけど。ちょっと見せて。バラエティだと何が入ってくるの？玉とろサラミと焼きソーセージ、粗挽きウインナー、チョリソー、レバーペーストかな。あとビアブルストってやつ。結構もうがっつり、結構がっつりの。それが結構入ってくる。それずるくない？新潟名物って書いてある。ちょっと俺はそれずるいなって今思いました。確かにずるいなって思うけど、うん、思うけど、うん、でももし俺がこれにするなら俺もそれ行きたいだよね。だってせっかくだもん。いや、そりゃそうだよ、わかるよじゃあこれはいいの？じゃあそのセットでバラエティセットいいんだね。バラエティセットでいいのね。じゃあ別で頼んでくれ、だからそれとはあ別で頼んでいいの？もうわかんないよもうわかんない。そのルールがブレるなよダメダメダメなんだ。ダメ。あー、玉とろサラミだけね。玉とろサラミだけだ。うん、そうですか。これだけだって美味しいんだから。なるほどね。うん、さあ残り2品となって、いや嘘だ、3品あります。3品と。いやでももう少ない。続きまして、はい、近江牛専門金吉の来たなこれ。肉近江牛特選和風トロ生ローストビーフ。いやー聞きたい。なんかもうわからんな、ぐわっていろいろあって。ローストビーフのローストビーフってこと？近江牛、近江牛ローストビーフ行きたいですか？行きたいっす。ヌメロさんが送っていただきました。私がおすすめしたいお取り寄せは近江牛専門店
金吉の近江牛特選和風トロ生ローストビーフです。公式サイトはもちろん Amazon でも購入できる。おいいね。Amazon では 250g で6320円。いやーいっなんか、なんか上がってきてない？いやでも220円のもあったから今までね。あ、そっか。いい値段。250か。でも250って結構パンパンだよ。250結構パンパン。うん、結構パンパンでしょ、250って。パンパンですか。注文が大体2、3日ぐらいで届いたと。なるほど。実証があるとね。うん。お肉の部位は、イチボや三角バラのどちらかとモモの2種類が入ってるので、濃厚とさっぱりめの両方が味わえる。あ、これ。この商品は一般的にローストビーフというよりも、たたきに近い仕上がりで、より濃厚な味が楽しめると。うん。近江牛は他の牛に比べて融点、油の溶け出す温度が低いのだそうで、口に入れた瞬間甘さととろける食感で幸せになれます。あ、そうなの、とろける。ちょっと待って、俺もまだ画像検索させてくれや。これはもうよだれが出ちまうな。これこれダメだよ。これは強いな。これさ、もうだってさ、これもうお金じゃんこれ、うん、これは強いな。俺はこれがお金に見えるよ。だって富岡慶吾さんもこれ推薦してますよ。あの富岡恵子さんが、うん、あの1969年生まれ、大阪府出身短大在学中にキャンキャンでモデルデビューをしたあの富岡恵子さんが富岡恵子さんがそりゃあ美味しいよ。大絶賛してるよ。あー、いやー、そうですか。これを出されたらさ、これだってさ、これだってさ、これはさ、いやもうお金じゃんこれ。そうだよ、これお金。もちろん物も美味しいけど、お金の美味しさもあるもんね、ここまで来るとね。うん、強いねこれ。あ、富岡よしこじゃなかったって言われてるぞお前。え、どこ。確かにこれよしこって読むな。よしこなのこれ。人弁に土二つ、よしこって読むなこれな。あれ、これけいこって読まなかったっけ。わからん。そうですか。マジかよ。まだ途中だったな。まあ、冷凍で届くので、そのまま冷蔵庫に行けば、そのまま冷蔵庫に入れとけば翌日は食べられますよと。しかもすでにスライスしてあるので楽。ポン酢とすりおろしの生姜もついてますよ。ローストビーフ丼とかにするともうご飯にほんのり温められてさらにとろけますよ。ポン酢うめえ。で、まあパッケージも高級感があるのでまあプレゼントとかね、お歳暮にもぴったりですよ。ポン酢うめえ。もう一人食べちゃったな。一人ポン酢かけて食べちまったぞ。違う、それポン酢がうめえだけですよ。肉じゃねえよ。もう今ポン酢食っちまったやつがいる。これはすごいな。お箸でスッと切れちゃうほどの柔らかいローストビーフなんだって。俺食ったことねえそんなローストビーフ。食べていいの逆に。確かに、そんなにこれ俺がまだ食べちゃいけないレベルのやつじゃないのかな。そんなにローストビーフって食べないよね。食べない食べない食べないしね。俺は正直なところそんなに美味しいと思ってないんだよね、うんうん、ローストビーフと。わかるわかる。あ、なんかもっと肉食うなら肉食うわみたいな感じ。まあ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 、分からなくはない。うん、これ覆るってことじゃない。だからそうなんだよね多分ね、うん、ローストビーフ感を壊すんだろうな。近江牛が壊しに来るよ。近江牛と富岡よしこが俺を壊すんだろうな。突っ込んでくるぞ。ああ来るか。ずるいな、こんなのずるいよな。出しちゃあれ、世に出しちゃいけないやつだ多分。うん、そうですか。それこそこれ逮捕されんぞ。ね、続きまして、はい、長崎県、うん、平山旅館、生き物屋さんの島茶漬け。ああ、まあ茶漬けね。茶漬けはなー、いやうまいの知ってんだ。知ってんだよな。茶漬けってうまいの俺知ってんの。ください。お、あ、そう、あの島、あ、島に惹かれた、島っていうところにちょっと、ドクターストップはバラちゃんさんが送ってくださいました。今回のテーマお取り寄せ、はい、私の おすすめは長崎県平山旅館、生き物屋さん。生き物の生きは一の、山辺に支えると書いて生き物屋さんの島茶漬けです、うんうん。こちらの商品は天然マダイとマイカマイカマイカを秘伝のタレに漬け込んだお茶漬けになります。お湯をかけるだけで手軽に食べられ、お味もしっかりしてるので満腹感はあるかと思います。あ、すごい。寒い今の時期はあったか茶漬けですが、夏なら冷やし茶漬けでも美味しくいただけるのでおすすめですよ。
あ、めっちゃうまそうだね、これちょっと調べていいですか。これ例えば、実家に送るとかだったら、どうなんですか、これ。これはもう、そういうのを言わずに勝手にやってくれよ。内緒に、内緒でやってくれ。内緒でやってくれ。内緒で やるやつなんだね、そこは。これは…なにこれ、なんかすごい美味しい。もう食べちゃった、食べちゃったね。もう、いろいろ入ってないこれ。いろいろ入ってる。なんでこんなにいろいろ入ってるの、お茶漬け。お茶漬けってなんかも、俺の知ってるお茶漬けって長谷平なんだけど。長谷平。長谷平、なんかあの、カサカサって振ってさ、なんか棒みてえな、茶色い棒みてえなのと、のり。スナックみたいな。そう。あれなんだけど。違う、やっぱ島だから。島が入ってる。島が入ってる。島が入ってる。全ての島が入ってる。凝縮島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 なんだ。これうまいね。これ美味しいね。ラスト。はい。これうまいわ。梅林堂サイのサクサク。ん？サイはサイの国、埼玉のサイだね。あや、あやと書いてサイ。サクサク。サクサク。サクサク？なんだろうこれ。なんだろうね。聞いとこうかな。まあ最後だしな。聞いとこう。亀さんが送ってくれました。皆さんサクサクは好きですか？なんか導入が。導入があれだね。哲学だね。サクサク好きな方にはおすすめしたいと。まあパリパリふわふわとろとろとか。ああ、食感的なサクサクだね。ですかってことね。これはね、お米のお菓子だそうですよ。ああ。へえ。お米のお菓子。おせんべいとかそういうのではないのか。ああ。へえ。バイリンドがサイのサクサク。ああ、なんか美味しそう。見た目どうなんだろう、美味しいのかな。なんか分からん。なんかお上品なお菓子に見える。そうだね。うん。とにかくお米のお菓子でとにかく軽いサクサク食感で、まあ皆様が想像したサクサクのさらに2倍ぐらいの軽さのベーカー、お米のお菓子。ああ。うん。味は4種類ありますが、おすすめはなんといってもシンプルに醤油。あ、そうなの。サイのとつくように埼玉のお菓子になるが、草加せんべいのようにがっちり系のおせんべいではなく、いっそ繊細と言っていいほどの口当たりと上品な おせんべい。おへえ。のり、青のりうまそうね。この海苔のやつめっちゃうまそう。とにかくうまそうだね。めっちゃうまそうこれ。4種類の味が楽しめる16枚セット、箱入りが1600円。安っ。1個100円だ。100円だよ。安っ。ご家庭でのお茶受けはもちろん、大切な方への贈り物も最適。あ、いいね。良さそう。確かにいいね。確かにいい。なんか上品な感じするね。上品だな。もち米。うん。お菓子系は不利、かつ名前もちょっと地味、ビジュアルも地味という三重苦でございますが、とにかく美味しかったのでご紹介しました。で、いやー、なるほどね。じゃあうまいんだな、これな。そうか。うわ、今回難しい。というわけで、合計28商品ラインナップでございます。なるほど。この中から1品それぞれが選ぶと。で、かぶってしまったら、うん、じゃんけん。だ、そうだっけ。そうだ、じゃんけん。ダメなんだ。そう、もう頼めない。して次の章を次に選んだものをやると。なるほどね。じゃあ1個ずつ読み上げ返しますね。はいはい。北海道佐藤水産のサーモンオリーブ、うん、山下水産のピリ辛プチホタテ、うん、徳島県つくシュンシュンつくしかまぼこの徳島発つくしのフィッシュカツ、120円かな。岩手県盛岡市の三好食堂の名物豚バラ、神戸長田三沢のぼっかけ、長崎、あ、俺1個読んでねえわ。おお、おい、1個読んでねえのあった。これは飛ばされてたわ。頼むぜ。これ飛ばされてたやつ。これマイナスポイントある。グエーッ。ペナルティ入った。ペナルティ入った。避ける。飛んでたやつ。長野県マルセイ、みすず屋本舗の
半殺しキムチ生タイプ。あ、いく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 。何それ。これ飛ばしてたわ、俺。なん、いいやつ。ナリさんが送ってくれました。いいやつじゃん、それ。さあ、テトさん、こんばんは。こんばんは。私がおすすめするお取り寄せは、長野県マルセイ、西津屋本舗の半殺しキムチ生タイプ。生タイプ。280g 税抜き600円です。なんなの、半殺しって。キムチというと白菜のキムチを思い浮かべる方が多いと思いますが、半殺しキムチは野沢菜のキムチ漬けです。あーはー、そうは言ってもキムチなんて大体味わかるしお取り寄せするまではと思うかもしれませんが、あれ、私も最初友達からお土産でもらった時はうーん漬物なのかなと思ったのですが、食べてみてびっくり、かなり辛い。辛いだけではなくその中に甘みと旨みを感じます。ご飯と食べてもチャーハンに混ぜてもイカのお刺身とあえても温泉卵に加えても美味しくいただけます。辛いのが得意ならそのまま食べても美味しいそうですよ。なるほどね。通常タイプと生タイプがあるのですが、生タイプは12月から3月までの冬季限定、ちょうど収録日の今日11月26日から発送が開始されるようです。なんだこりゃ、バカかよ。冬しか味わえないシャキシャキの野沢菜の旨味と生だけの特別で激しい辛さをぜひ味わっていただきたいです。半殺しキムチ。半殺し、ペイさんがもう殺されてたよ。半殺しどころ、半殺しに合ってる逆に俺これ重ねてやろうかなって思うぐらいだけどなるほどいや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 逆にね、うん、まだ分かんないですからね、うん、というわけでこれが抜けてましたが、残り、山本食品のねぶた漬け美味しかったねこれね。うん、埼玉県の、元気100倍飲み物ね。高知県四万十生産の、うなぎ生姜、うん、京都下笠漁きんぴらマグロ、博多中洲福の屋のご飯が止まらんらん、谷口屋分けセット竹、桔梗屋桔梗信玄、あー生プリンね、うん、あー大和よピリ辛広島だ、やだ。宮城県新たな名産品伊達政宗、青森、十和田市の日本風の十和田バラ焼き、半熟卵スモッチ、宮崎のぶっかけ茶漬けかつおバナ、火曜物産四万十川の川のり佃煮、茨城グルービー生ドレッシング、岡山県金津白エビの昆布締め刺身、変人もっこの玉とろサラミ、大海牛特選和牛トロ生ローストビーフ、わー逮捕されてんだよ、それもこれ一回逮捕されてます、それ一回逮捕されてる、美味しい逮捕、美味しい警察に逮捕されてる、うん、逮捕されてる、長崎平山旅館生き物屋さんの島茶漬け、そして梅林堂サイのサクサクと、いうことになっております。いや難しいなこれ、28個、27かなこれ全部で、多分ちょっと今回難しいっすね、めちゃめちゃ難しいな今回、これ難しいっすね、うん、めちゃめちゃ難しい、ちょっと悩むな、マジで悩むな、マジで悩むわこれ、ちょっと数十分悩みたいぐらい、これね、今俺いくつ、1、2、あ、なるほどね、俺もじゃあちょっと悩んでるやつ4、うわ5、6、とりあえず6にまで絞った、あそう6にまで絞った、これリストアップしてこう、6、4、いやー、俺は5個です、俺も5個だな、あ5個、あ俺も今5個になりました、これいや俺さらにちょっと絞るか、さらに絞ると、あ本当今俺5から6になったけど、ダメよそんな増やしても意味ないよ、これあーいや4だな、4、これいやーこれのかぶるなーこれこれかぶるんじゃねえかなー、あーどうしようかね、いやーこれどうしよう、悩むね、これ悩むね、これ悩むなー、
いやこっちかな。いや俺ちょっと俺も4つまで無理かもしれない。これ以上は無理かもしれない俺。鉄道さん、いやちょっと静かにして。今君の話はもうどうでもいいわ今俺のだから俺これ以上無理だな。あーこれだな、これにしよう。俺今3個です。いった、もう最後までいった。行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、これよし決めました。いい決めましたちょっと待ってよし決めたの。決めました決めました。ちょっと待って、もう一回見させて。ダメよもう一回見るのなんて無理見ちゃダメなんてことあんの。もうあとは記憶でやってや、それは。え、だって絶対欲しいなってこと。どうしようかな。決めました決めました決めました。はい、ではトンさんからお願いします。わかりました。私が、うん、今回選びましたのは、はいはい、近江牛ローストビーフ。おおおおおお、いやそなるほどね。じゃあ逮捕されんぞ。逮捕されに行きたいと思います。近江牛特選和風トロ生ローストビーフね。今回は行ってやろうかなと。お前いい値段の行ったな。今回は行ってやろうかなと思います。お前は行くんだな。行きます行きます。本当にいい値段の行ったな。今年最後に。ああなるほどね。ええー、まあまあまあ分からんでもないよその感じ。行ったろうかなと。そうですか、行きましたか。ってことは、今かぶりはなかったと。あ、まだ分かんないのか。まあまだ分かんないよ。まだ分かんないね。ここから あえて無理やりかぶせることもできるし。まあ、あそうか、それで あとなら確かにね。そうね、食わせたくないと思ったらかぶしちゃえばいいんだね。ええ、じゃあ私ですか。あ、じゃあお願いします。あー、はい。私今回選ばせていただいたのは、はい、元気100倍でございます。おお、あ、そう、うん、なるほど。そこ行くんだ。飲み物、飲み物今回行こうかなと思って。なるほど、意外、意外なとこだったな。いやかなりやっぱり迷いましたよ皆さん。あ、うん、まあ思ってたとこと、うん、まあ悩ませていただいて。あっそう、半殺しに行くかと思ったわ。いやもうそれ半殺しじゃない、ほぼ。いやあれはもう殺された。殺されてたよね。殺されてた。広島中半殺しか、うん、元気100倍で今最後迷ってて。なるほどね。ちょっとやっぱ中の梅を食べたい衝動に駆られてしまいました。なるほど。ああなるほどね。まあ、確かにこれは美味しいだろうね。はい、はい、じゃあラスト、私が選んだのは、かぶりなしでしたね。おお、私が選んだのは天神木庫のタマトロサラミ。おでございます。そこか。あーそこ。いやーあのね、プリンとすげー悩んで。なるほどなるほど、はい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 、プリン食いてーなー。フィッシュカツも食いたかったんだけど。なるほど、うん、でもなんかその変人もっこっていうやっぱ頑固者が作ったね、うん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 、サラミちょっと食ってみてーなっていう。なるほど、思いが強くて。いやでもわかるわかるわかる。俺もあの柔らかさってなんか想像できない。いやそうそう、想像はできなくて、ちょっといやこれほんと気になるなって思って。俺もね候補に入ってました、変人もっこ。サラミを買います。いやいいですね。え、じゃあこれ以外はもうルールとして、とりあえず、うん、まあ1週間は無理です。1週間無理ですね。1週間は無理ね。うん、1週間終わって、うん、年明けたら、年明けたら、だってうちらにとってのその藻が明けたら、うん、うん、なるほど、うん、食べていい。したら解禁していいのね。解禁、そう、いいんだ。したら解禁。したら伊達政の夢行ってもいいんだ。伊達政夢行って、伊達政夢からのなんかいいよ。あ、合わせていいよ。え、じゃあ半殺しキムチはまだ時期だから行く。そうだね、半殺しキムチまだ3月までやってっから。うん、俺このメモ帳残しとこう。このメモ帳残そう。
そうだね。いやー、梅の木です。というわけでね、あ、ちなみに、発送できるかどうかちゃんと調べておいて。あ、そうだね。俺、今、楽天で発送2日から5日以内だから、ギリギリ間に合う。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。これもう俺、ご購入しちゃうわ。あれ、ちょっと待ってください。ヤフーショッピングで買えるって書いてあって、うん。指定された URL のページは存在しない。あれって何その知らないよ。え、公式なかった？公式ですか？あれ公式は切れてるだけじゃない？公式切れてるだけじゃない？あ、なるほどね。うん、そういうこと。公式は切れてるだけじゃない？あれ、これ結構なんか種類があるな。あ、生ローストビーフ、え、ない。まあ、生サラミだけ頼もうかな。リンゴ 10g セットかな。あー、楽天にありました。あー、楽天にあった。楽天にありました。あ、多分これだな。すげえな、ふるさと納税とかあるんだ。納税品もしろよ、ついでに。これで。あー、美味しかったらさ。あー、大…あー、これうまい。これこれうまい。あれ、ちょっと待って。これ最長10日とか書いてあるな。あれ、届かなかったら本当ザコだよ。それ時期今忙しいからちょっと分かんないって、ね、なってるな。ザコだね。ザコ、もう買っちゃいます。今しがた買っちゃいます。なんかじゃあカートに入れる。うわー、なんか送料1000円するな。いい値段だね。あ、そう、送料結構済んだな。これ何、直で買う場合はこれ電話で問い合わせしないといけないの？あ、注文を確定しましたので、私買っときます。電話で。いや、電話で頼んでくださいよ。電話してくださいよ、明日お昼に。いや、本当？電話してくださいよ。お電話で買えますよって言ってんだから、お電話で買ってくださいよ。買ってくださいよ。いいやつだよ、埼玉高校生町。ハードル高えな。どんだけやっぱいいんじゃない、だからいいんかな。うん、いやー、最長10日は辛いな。確かにね。あ、結局これ入力しないとダメだな。どうですか、ちょっとここ、この流れ。うん、じゃあこれでちょっと問い合わせしてみて、まあ長かったらちょっと違うのを頼んでもらおうかな。そしたらどうする？2番手、そしたら半殺しキムチにします。なるほどなるほど。はい、じゃあその方向で、その方向で行ってください。そう、電話で問い合わせはハードル高いわ。確かに、ちょっと高めだが。高めだが。どうかな。でもまあ、元気100倍欲しいって言えばいいだけだよ。元気100倍くださいって言うんだよね。元気100倍はください。いつ頃届きますかって。元気100倍今頼んだら。そうだね。20本頼んだらどれくらい届きますか。そんなには変わんない。そんなには変わんないわ。あー、特に指定しない。もう今買ってんじゃん。いや、俺もう買ったよ。希望するともう2日からになっちゃうから、これ間に合うな。2日だったら間に合うな。2日は間に合うかな。てか指定しないにすれば多分割と早めに届くんじゃないか。3、ああ、指定しないが早いパターンもあるよね。3営業日後以降。うん、うん、オッケー。これでさあ、はい、というわけで、今回もお取り寄せ、まあ他にもね、いろいろ送ってくださった方いっぱいいて、うん、読み上げ、切れなかったので申し訳ないなと思ったんだけど、まあまあまあ、またね、はい、開けてまた半年後とかなのかな、もうちょっと先なのか分かんないけど、楽しいわこれ。うん、時にはまた皆さん送っていただければと思います。皆さんもね、気になったのはどんどん、皆さんには縛りがないから。そうですよ。そうだよ、好きなだけ頼めるの。ほんとずるいよね。全部買ってくれ、もう。
ほんとそれはね、俺心の底からずるいと思う。いや、ずるいよ。泥棒みたいなもんだよ、そんな。ほんとだよね。何？まあね、おいしいもん食べてください。はい。では、そうな、ちょっと時間結構あれなんだけど、うん。今回これで終わり。まあ、いいんじゃないですか。ああ、そうね、来週に持ち越そう、うん。はい。今回はじゃあ、ここで終わりましょうかね。はい。はい、鉄塔さんが、うん、お知らせがあるそう。あ、お知らせっていうほどのあれじゃないんだけど、まあ、トークイベントとかがあると、うん、まあ、トークイベント、あるなしに関わらずかな、三人ショップっていう我々のね、うん、グッズを、扱っている、まあ、オフィシャルサイトがあるんですけども、うん、はい、例えば三人ショップとかで買ったとか、あるいはトークイベントとかでグッズを買ったとかしたときに、うん、まあ、商品が届かないとか、違うものが届いたとか、連絡がつかないとか、まあ、結構そういうトラブルがあるかと思うんですよ。はいはいはい、うん、そういったときには、まあ、我々のところに教えていただけてもいいんだけども、うん、まあ、三人ショップのところにカスタマーのお問い合わせがあるので、うんうん、そちらにまず行っていただけるといいかなと。まあ、うちに来ても結局そっちにご案内するの変わんないから、まあ、うちらに聞かれてもね、うん、ちらはそのあんま知ってることが少ないんで、うん、ショップのことに関しては、そちらの方にお問い合わせをしていただければなと思っておりますよ。でまたなんかね、はい、近々新たなグッズも追加されるそうなので。そうですね、うん、まあ、ケースとかうん、あるらしいので、まあまあ、まあ、もしね、まあ、出た時にはまた何かしらの形でお知らせすると思いますが、まあぜひぜひ覗いてやっていただければなと、はい、思っておりますよ。思っております。よろしくお願いします。お願いします。というわけで三人称雑談第281回以上となります。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。